遺産狙いの強欲嫁がママを返しなさい。お姉さん、どういう意味ですか？介護して恩を売って少しでも遺産を多くもらおうって魂胆なんでしょ？お姉さんが介護を拒否したから私がやってるんですよ。この間ニュースで見たのよ。資産家のジジイが介護してくれた嫁に多額の遺産を残すような遺言書を書いてたって。遺留分があるから全額は無理でしょう。よく知ってるじゃない。さすが妖怪遺産狙い、よく調べていること。たまに YouTube とかでそういうのを見るので知ってるだけです。とにかくあんたに全額持っていかれちゃたまらないわけ。失礼ですが、お母さんにそんな財産があるとは思えません。何言ってんのよ。パパの相続で確か相当な数の株を手にしたはずよ。そうなんですね。でも私には関係のない話ですから安心してください。あのね、相続ってのは人間の欲望をむき出しにするの。私はいくら向いても何も出てきませんよ。なんか余裕すぎて怪しい。さてはもう長くないと見て遺言書を書かせたわね。そんなわけないでしょ。体は不自由ですがまだお元気なんですよ。こうしちゃいられないわ。今すぐにでも引き取らないと。お母さんに雪見さんがそう言ってると伝えたら行きたくないっておっしゃってるんですが。やだ、洗脳までされちゃったの？私を何だと思ってるんですか？強欲遺産狙い、偽善介護女。ひどすぎる。ママの荷物まとめといてね。明日には迎えに行くから。旦那さんの了解は得てるんですか？あんな置物より役に立たない男の許可なんていらないの。そうですか。ただ何度聞いても嫌だとおっしゃってるんです。強欲もここまで来ると病気よ。母親が実の娘と暮らせるのに嫌がるわけないでしょ。嘘もいい加減にしろ。わかりましたよ。もう一度お母さんに話してみます。行くようにあんたが説得しなさいよ。次はちゃんとお世話できるんでしょうね。私が何もしなかったみたいに言わないでよ。解除すればトイレにも行けるのに、めんどくさがっておむつつけてたらしいですね。ママのためを思ってのことよ。行く手間が省けるし、トイレに自力で行けるということがお母さんにとっての希望なんです。わかったわよ。行かせりゃいいんでしょ。運動量が少ないので食事はカロリー考えてくださいね。ああ、うるさいわね。これじゃあどっちが本当の娘かわからないじゃない。お母さんも行くって決めたみたいなので準備します。遺産の話とかはやめてあげてくださいね。マジでうるさい。よろしくお願いいたします。私はアンジュ、32歳の主婦です。義母が脳梗塞で倒れたのが1年前のことでした。左半身に麻痺が出てしまい、一人で歩くことができなくなったのです。今後どうするかという話し合いの場で、お姉さんは、私が見る、だって実の娘だもんと言い、お母さんを泣かせたのもつかの間。たった3週間で音を上げ、それ以降は我が家でお世話をしています。お母さんが義子宅へ行くことに決めたのは、やはり他人である私に気を使ってのことだと思うのです。遺産目当てとはいえ、実の娘と暮らす方が気持ちも楽なのかもしれませんね。義母がいなくなり時間も空いたのでパートを始めて3週間が経った頃、義子から驚きの LINE が届いたのでした。3週間後。ママの介護飽きちゃった。あとは嫁のあんたに任せるわ。また3週間で戻すんですか？玄関前に車椅子ごと置いてきた。あとはよろしく。嘘ですよね。今気温は何度だと思ってるんです？そういえば雪がばらついてたわね。早く中に入れてあげなさい。私パートで家にいないんですよ。今休憩中ですが、今日は人が少ないので抜けられません。ママがいなくなった途端に金儲け、ほんと強欲な女ね。そんなことより早くお母さんを迎えに行ってあげてください。無理よ。どうしてですか？寒いからもう外に出たくないもん。なんて勝手な人なんですか。寒さに強そうな名前なのにねってよく言われる。夫に戻れないか聞いてみます。私が抜けられたとして急いで帰っても30分以上かかるし。ねえねえ、ここだけの話だけど、そのままにしておいたらどう？
はい？ほっときゃ凍らないかしら。本気で言ってるんですか？あんただってその方がいいでしょ。パートも続けられるし、介護もしなくていいのよ。血のつながらない私ですらこんなに心配なのに、実の娘であるあなたがなんてことを考えてるんですか？だってもう遺言書を書いてもらったから用済みなんだもん。え？私に全財産を譲るって書いてサインして印鑑まで押したの。完璧でしょ。交渉役場にも言ってくれたのよ。無理やりですか？そう思うでしょ。違うのよ、ママの意思なの。本当に？こんなに世話になって感謝しきれない。せめてこれくらいさせてって言うんだもん。仕方ないよね。たとえ全額お姉さんに残すという遺言があっても、夫が主張すれば遺留分は取れますよ。そうなのよ。そこでママがアドバイスをくれたの。弟には相続放棄をしてもらうことになった。だから株も現金も家も土地も全部私のもの。なぜ夫だけ相続放棄なんてことになるんでしょう。うーわー、悔しそう。金が欲しかったのに残念ね。でも諦めなさい。それがママの意思だから。夫はそんなことで騒ぐタイプじゃないですし、お母さんが決めたなら口出しはしないと思いますが、意図が読めないだけです。ママが全財産あげたくなるほど私に感謝してるってことでしょ。遺産をくれるって約束してくれたのに追い出したんですか？遺言書さえ手に入ればいいの。介護なんて汚くてめんどくさいことやりたくないわよ。ひどすぎる。あ、ママどうなったかな。そろそろ凍ってかな。夫がとっくに到着して部屋に入れて温めてるそうです。は？いつの間に？ちょうど営業で近くを走ってたらしくて、さっき電話したらすぐに向かってくれました。悪運の強いババアね。まあいいわ。あなたもあんまり丁寧にお世話しないでよ。長生きされると困るし、雑でいいから。私決めました。何をよ。お母さんが超長生きするように全力でお世話します。は？パートもやめてまた家に入ります。よし、頑張るぞ。一度脳梗塞で倒れた人間よ。そう長くないに決まってる。歩けずに体力も落ちてるし、時間の問題よ。応援ありがとうございます。あんたもどうにかして遺産もらおうと必死ね。でも全部私のものだから。そんなものいりませんよ。その代わり絶対に返しませんからね。口が裂けても返せなんて言わないわよ。ああ、これで家が広くなるわ。うちは賑やかになります。はいはい、強がり強がり。数ヶ月後、ママが歩いてるって本当？リハビリの効果がありました。麻痺は？軽い麻痺だったんです。恐怖心が勝ってたんですが、やる気を出してくれたのでリハビリに通ってたんです。なんでいきなり？多分実の娘に置き去りにされたことがきっかけになったんじゃないですかね。あれは杖があれば歩けます。今はトイレも介助なしで行けています。そんなに動けてるの？運動量が増えたので食欲も増えてきたし、筋肉もついてきました。肌ツヤも良くなってるんですよ。ありえない。全力でお世話しました。そんなに何年も生きられると困るの。さっさとあの世に送ってよ。ひどいですね。お母さんもこんな人に遺産残すことないのに。あんたらが騒いでももう私のものなんだからね。はい、それは構いません。夫も相続放棄は必ずすると言ってますから。だったらいいわ。夫曰く価値のないものを相続しても仕方がないからってことみたいですけど。え、どういう意味を？お母さんが相続した株なんですけど、今何の価値もないんですよ。は？その会社倒産したみたいで、価値は0円です。嘘でしょ。あとご実家なんですが、土地の価値が年々下がってるらしいんですよね。なんで？大型ショッピングセンターの建設予定が白紙になったり、数駅先に大きなデパートやマンションが建ち始めて人が流れちゃってるみたいです。そうなの？それから一番厄介なのはヤクザ事務所が近くにできたことです。怖がって出ていく住民も多いそうですよ。最悪じゃない。
私なら住みたくないですね。じゃあ家を相続しても大した額にはならないってこと？売れればそれなりにはなると思いますけど、もし売れなければ固定資産税もかかりますし、維持していくのも大変みたいですよ。売れないし住めないし、とんでもない物件じゃないのよ。あんな家いらない。買ってすぎません？ママに騙された。遺産遺産ってうるさいから遺言書書いてやったのにっておっしゃってますよ。無効よ。私も相続放棄してやる。ああ、そうですか。どうぞご自由に。しかし私にも弟にも遺産が1円も入らないなんて、なんて親なのよ。そうですかね。遺産を残すのが必ずしも親の務めだとは思いませんけど。私が言うことじゃないけど、これだけ介護したあんたと弟にも何も残さないのは我が親ながら呆れるわ。まさかお姉さんが私を気遣ってくださるなんて。でもご安心ください。何が？生命保険の受取人には夫を指定していただいてるので、お気持ちはそれで十分です。何それ、聞いてないんだけど。保険金はいくらなの？5000万とか言ってたような。そんなに？絶対に折半してよね。残念ながら生命保険は相続ではないので、兄弟で分ける必要はないし、相続放棄しても夫は受け取れます。ただし、みなし相続財産として相続税の課税対象にはなってしまいますが。ふざけんじゃないわよ。独り占めしようなんて、そんなの許さないから。許さなくてもこれが世の中のルールなんで。ママにもう一つ保険入らせる。やだねったらやだねとおっしゃってます。あのババ。それに1年前に脳梗塞で倒れた人が入れる保険なんてなかなかないと思います。くっそ。そちらにいる時、いかに辛い思いをしたか全部聞きました。トイレの介助をあれだけ頼んだのに結局おむつ、食事は毎日コンビニ弁当、テレビのない部屋に押し込められ、風呂も1週間に1度。まだ刑務所の方がマシだと言ってましたよ。あれが私の精一杯なの。極めつけが外に放置でしょ。いくら娘でも許されることじゃないです。謝るから許してくれないかな。謝る手段がもうないんですよ。どうしてよ。お母さんはもう二度と会わないし、電話も取らないと言ってます。先ほどブロックと着去の仕方を教えてあげました。心を入れ替えるわ。次こそちゃんと介護するから、ママを返して。私言いましたよね、絶対に返しませんからねって。ああ。お母さんをお金としか見ないような人に預けるわけにはいきません。なんで他人の親なのにそこまでできるわけ？私の大事な人を産んでくれた人だからです。世の中綺麗事だけじゃ生きていけないのよ。そうかもしれませんね。でも悪事ばかりでも生きていけませんよ。保険金1000万でもいいからちょうだいって弟に伝えて。わかりました、伝えておきます。だってあんたの理屈で言うなら、私が先に生まれてなければ弟は生まれてないんだからね。おっしゃる通りです。は、私いいこと考えた。家と土地はヤクザに売ればいいのよ。なるほど。いっそのことヤクザタウンになっちゃえばいい。大事なこと忘れてるようですが、あの土地まだお母さんのものですからね。ああ、そうか、まだ生きてるんだった。余計なことはしないでくださいよ。生前贈与してくれないかな。お母さんがいいよっておっしゃってます。やった、ヤクザに高く売りつけてやろうっと。後日談。金のことしか頭にない雪見は、生前贈与された家と土地をヤクザに売りに行ったそうです。5000万で買えとふっかけた雪見を3時間以上事務所に閉じ込めた結果、200万の売買契約書にサインをさせられたとか。私に泣きついてきたので警察に行くように言うと、脅されてるから行けないと言ってました。反社との契約は解除できることもあるので弁護士に相談するのが一番ですが、それすらも怖くていけないようです。その上、建物の解体も契約に含まれていたらしく、売却代金の200万は解体費用として没収されてしまい、結局得たお金はゼロ。結果、技師が手にしたのはヤクザとの黒いつながりのみ。たまに駒遣いのように事務所の掃除をさせられて、
怖くなった旦那さんは離婚して出て行ったそうです。そりゃそうですよね。一方義母はますます元気になり、今度3人で旅行に行くことに。楽しい思い出たくさん作れるといいな。お母さん殺されたかもしれない。え、いきなりどうしたんだ。すみません、安田先生以外にこんなこと話せなくて。私は長い間君のお父さんの主治医だし、息子の大切な人である君を娘のように思っているから、何でも話してくれ。ありがとうございます。半年経っても私は母が亡くなったことを受け入れられずにいたんです。確かに彼女が自宅マンションから飛び降りたと聞いた時は耳を疑ったよ。母は絶対に自ら命を絶つような人ではありませんでした。確かに彼女はとても強い心の持ち主だった。そうなんです。だからずっとモヤモヤしていたんですが。どうした。お父さん目が見えないから私が遺品整理をしたんです。そうしたら今日母の日記を見つけました。なんて書いてあったんだ。たあいもない日常が綴ってありました。どこに出かけたとか、何を食べたとか。彼女の日課だったのか。でも最後のページに書き殴ったような字で、お父さんから逃げてって書いてあったんです。秀夫さんから。どういうことなんだ。それがさっぱり。今日秀夫さんは。父はさっき出かけました。一人で。数年前にセンサー付きの白杖を手に入れてから、慣れた道なら一人で外出できるようになったんです。なるほど。それでたまに一人で病院に来ているのか。今日はご飯がまずいって怒って出て行ってしまいました。私がすることすべてに文句をつけるのはいつものことなので慣れていますが。それでも献身的に世話をする。はるかちゃんは本当に偉いよ。母がそうしていましたから。そうか。それにしてもその日記の内容は不穏だね。彼が一人で診察に来たタイミングにでも様子を探ってみるよ。ありがとうございます。母と同級生だったとはいえ、父の目のことだけではなくプライベートまで気にかけてくださって。それくらいお安い御用だよ。いつでも頼ってくれ。そう言っていただけて嬉しいです。何か分かったら連絡するから、それまでは秀夫さんにその話はしないように。わかりました。ありがとうございます。私ははるか、26歳です。今は盲目の父との二人暮らし。彼は若くして病気で視力を失いました。まだ幼かった私の記憶は定かではないですが、父がこんなにわがままで短気になったのはその頃からだったと思います。毎日母にきつく当たる父を恐ろしく、そして恨めしく思っていた私ですが、母は、お父さんも本当は優しい人なのよ、と父を献身的に支えていました。決して弱音を吐かず、いつも笑顔で、私をとても大切にしてくれた。そんな愛しい母は、半年前に突然、命を絶ってしまったのです。介護疲れを苦にしたのだろう。原因がわからず、表向きはそういう理由になりました。しかし、あの母が、別れの手紙一つ残さず、私を突然置いていくなんて未だに考えられません。最近母の痕跡を少しでもたどろうと、ずっと踏み切れなかった遺品整理を始めました。その時見つけた母の日記をきっかけに、まさかあんな恐ろしい事実が発覚するなんて。数日後、秀夫さんに動きがあったぞ。え、父は今日通院日ではなかったですか。そうだよ、もう診察は終わった。病院にいる間やけにそわそわして時間を気にしている様子だったから、怪しく思って後をつけてきたんだ。それで今どこに。見知らぬアパートに到着して女性が迎えに出てきた。どんな女性ですか。私が知っている人。30代半ばくらいの派手な顔立ちの女性だ。明るい髪の毛が腰くらいまである。心当たりはあるかい。いえ、父の友人にも親戚にもそんな女性はいないはずです。なるほど。はるかちゃんにも面識はないのか。一体どういう関係なんでしょう。話している内容まではよく聞こえなかったが、
寄り添って腕を組んで中に入っていった。ただの友人の雰囲気ではないな。まさかお父さんの愛人？そうかもしれない。そんな、運よく1階だった上に窓が開いてる。近づけば話が聞けそうだ。それで何か分かりましたか？どうやら2人は遥ちゃんのお母さんが亡くなる何年も前から頻繁に会っているみたいだ。確かに一人で出かけることが増えたとは思ってたけど、お父さん浮気してたんだ。もう少し詳しく聞けそうだから少し待ってて。先生大丈夫ですか？どうなったんですか？二人の会話を録音したから今すぐ警察に行きなさい。警察ってどういうことですか？こんなことはるかちゃんに話していいものか。教えてください。何も知らないままなんて嫌です。わかった、順を追って話すよ。秀夫さんと女性は SNS を通じて知り合ったらしい。直接会うようになったのは5年ほど前のようだ。そんなに前から？女性は多額の借金を抱えていて、その借金を完済したら秀夫さんと一緒になれると話していた。お父さんと結婚？秀夫さんは女性と結婚するため親戚中に莫大な金を借り回ってまで貢いでいたらしい。知らなかった。やがて誰も金を貸してくれなくなり、他方から返済を催促された秀夫さんは恐ろしい方法で金を作ることにした。それって生命保険だ。まさか。はっきりと聞いたよ。はるかちゃんのお母さんを自宅マンションの非常階段から飛び降りさせたと。ひどすぎる。自ら命を絶った場合保険は降りないんじゃ。1年から3年の免責期間を過ぎるとそれでも降りるケースがあるんだ。かなり前から該当する保険会社を調べていたんだろう。信じられない。そんなことのために母は。彼女はお前が嫌だと言うなら遥かでもいいんだぞと脅されてそのまま。私を守るために母は自ら。じゃああの日記は。おそらく秀夫さんが何か良くないことを企んでいることに気がついてメッセージを残したんだろう。きっと君が見てくれると信じて。許せない。残念ながらそれだけじゃない。彼はもう少しでまたまとまった金が入ると女性に話していた。おそらく遥ちゃんも危険だ。母だけじゃ飽き足らず私までも。その女と結婚したいがために。彼がいつ行動してくるかわからない。だから今すぐ警察に行って安全を確保してもらいたいのだが。でも父はこのままでは後悔も罪の意識も一切ないまま捕まることになるでしょう。そんなことは絶対に許せないんです。しかし。だから先生ごめんなさい。もう少しだけ協力してもらえますか？2週間後。こんな時間までどこをほっつき歩いてるんだ。早く帰ってこい。お父さん、私に何か話すことがあるんじゃない？そんなもんねえよ。あるとすればさっさと飯を作れということくらいだ。それくらいしかできない役立たずなんだからな。遊びも趣味も何もかも我慢してお父さんに尽くしてきたじゃない。産んで育ててやった恩を返すのは当たり前のことだろ。本当に自分のことしか考えてないのね。もう私あなたの面倒は見ない。何をほざくんだ。母さんが途中で俺の世話を投げ出したんだから娘のお前が責任を取るのが筋だろ。よく言うわ、お母さんを殺したくせに。ああ何を言っている。しらばっくれないで。保険金目当てでお母さんを殺したんでしょ。わけがわからないことは。母さんは自分で命を絶ったんだ。冗談もほどほどにしろ。冗談だったらどんなに良かったか。あなたがお母さんを脅して飛び降りさせた挙句、娘の私にも同じことをさせようとしていたなんて。何の証拠があってそんな突拍子もないこと言ってるんだよ。証人がいるわ。お父さんの愛人であるあの人がね。はあ、俺はそんな相手いないぞ。安田先生に協力してもらって探偵に素行調査を依頼したの。報告書の中に彼女がお父さんと一緒に写っている写真もあった。なんだと？
正直に話せば警察には言わないと言ったら彼女喜んで全て話してくれたわ。二人が何年も前から共謀して母に高い生命保険をかけ葬る計画を立てていたこともね。あいつ喋ったのか？あれだけ金を渡して借金を返す手助けをしてやったのに。全部認めるのね。それにしても何も知らずにかわいそうな人。何を知っているというんだ？そこを調査の結果、彼女の居場所だけでなく面白いことが分かったのよ。お父さんにお似合いの最低最悪の女だったわ。なんだと？あの子は両親が他界していて元旦那に暴力を振るわれた挙句借金まで押し付けられたかわいそうな子なんだぞ。何そのドラマみたいな設定。そんなの全部嘘っぱちだったわよ。俺は目が見えないから人の声色には敏感なんだ。あの子には嘘をついている様子は一切なかった。それはそうよ。だってプロですもの。彼女前科のある結婚詐欺師よ。え？過去にもお父さんのように体が不自由な人を狙って結婚をちらつかせては大金をむしり取っていたみたい。あの子がそんなことするわけが。あのアパートも貧乏に見せかけるために借りてるセカンドハウスだって。冗談だろ。借金の話も嘘だし両親も健在。ブランド物を買い漁って贅沢をするためにお金が必要だったらしいわ。なんならあなたに名乗ってた名前も偽名ね。そんな、じゃあ俺が今までしてきたことは一体何だったんだ。信じていたのに。自分のことを棚にあげて何言ってるのよ。信じていた人に裏切られて殺されたお母さんの気持ちが少しは分かった？それは。もう家には帰らない。自分の荷物も運び出したわ。親子の縁を切れる法律はないけど戸籍を抜ける分析届は提出済みよ。待ってくれ遥か。あの女に騙されて魔が差しただけなんだ。お前がいなくなったら誰が俺の世話をするというんだ。これからは私じゃない別の人たちが面倒を見てくれるから安心して。え？もうすぐお迎えが来るわよ。さっき警察に全てを話してきたから。サイレンの音が近づいてくる。頼むよ遥か。父さんを犯罪者にする気なのか？あなたなんてもう父親じゃない。塀の中で罪を償って。待ってくれ、近くに誰かいるんだ。警察が到着したんじゃないの？いや違う、母さんだ。母さんがいる。何を言っているの。いるわけないじゃない、あなたが葬ったんだから。本当にいるんだよ。あるか、早く帰ってきてくれ。気でも狂ったの。さようなら。嘘じゃない、助けて。悪かった、謝るから許してくれ。後日談。警察から逃げようと家を飛び出した父は皮肉にも母を飛び降りさせたのと同じ場所から転落しました。悪事の露呈、愛人の裏切り、きっと混乱のあまり幻覚を見たのでしょう。いえ、その日は母の月命日だったので、もしかすると不幸中の幸いで命は助かったものの、脊髄を損傷した父は二度と自力で歩けないそうです。それでも命があるだけ母を奪った代償としては軽いと思います。目が見えない上歩くこともできなくなった彼は有罪判決を受けて医療刑務所に収容されました。彼は獄中で決して短くはない余生を何を思って生きていくのでしょうか。正直に話せば黙っていてやるという嘘を信じ全てを自白した愛人ももちろん警察に突き出しました。彼女も幇助罪と詐欺罪で捕まることになります。前科もあるため相当長い間塀の外の景色を見ることはないでしょう。その後縁あって私は安田先生の一人息子と結婚しました。あの日記を見つけなければ今の幸せはなかったかもしれません。母に救われた命をこれからも大切に生きていこうと思います。なんか雨で子供が濡れたからあんたの家に置いてきたわ。は？めっちゃ冷たくなってたから温めといてね。
すぐ入れるように風呂場に置いてきたよ。私仕事中なんだけど、家に入れるはずないよね。お母さんがお兄ちゃんから預かってる鍵借りたの。勝手に入らないでよ。仕方ないじゃん、そこら辺歩いてたら急に雨に降られて。あ、お姉さんの家ってここら辺じゃんってなったんだから。今日晴れの予報だけど。通り雨かな、いきなり降り出してさ、参っちゃったよ。子供ってこないだ産んだ子？そう、なこです。まだ5ヶ月です。お風呂ってどこ？まさか浴槽じゃないよね？そんなことしたら溺れちゃうじゃん。床だよ。マジで言ってる？こんな寒い日に濡れた状態で放置してるの？大丈夫、少しお湯は出してきたから。そういう問題じゃない、風邪ひいちゃうでしょ。ほら、怒ってる暇あったらすぐに帰って温めてあげてよ、風邪ひいちゃうからさ。家に入ることができたのにどうして自分でやらなかったの？私ちょっと予定あって。どんな予定よりも優先すべきは我が子でしょ。それは人によらない。話にならないわ。お兄ちゃんに言うとブチ切れるからお姉さんにお願いしてるの。可愛い義妹の頼み聞いて。よく言うわ。どれだけうちに迷惑かけたと思ってるの？どれのことかな。心当たりあるんじゃない？てか無駄話してる暇なくない？警察にはとっくに通報したし、私も今仕事切り上げてタクシー乗ったところよ。はい？警察ってアホなの？1秒でも早い方がいいでしょ。近所に知り合いはいないし、窓ガラス割ってでも入ってもらわないと。なんで大ごとにしちゃうのよ。誰が原因だと思ってる？信頼できる身内に子供を預けただけでしょ。風呂場とか濡れてるとか言うから心配になったんじゃない？風邪ひいて悪化でもしたらどうするのよ。私の子だから大丈夫。旦那さんが知ったら怒るわよ。チクリチケットは警察で1枚使ったから、もうこれ以上は言わないで。何それ、人にチクる権利は1度しかないの。とにかくしばらく旅行でいないから、あとはよろしくね。は？この状況で旅行なんて行くの？前から予定してたし。母親なら子供の病気で予定が変更になることくらいよくあることでしょ。ウケる、子供のいない人が何か言ってるし。人としての常識くらい分かってるつもりよ。あ、やっべ、飛行機の時間だ。じゃあね。そんなものに乗ってどこに行くつもりなの？内緒。5日後。ねえ、嘘でしょ。やっと連絡来た。お兄ちゃんから聞いた、ナコが死んだって本当？何言ってるのよ。最初から死んでたよね。は？あんたがやったんでしょ。警察が駆けつけた時にはかなり呼吸が弱かったそうよ。あなたは自分がそんな目に遭わせたのが怖くなって私になすりつけた。そうでしょ。違う。だってどう考えたって不自然じゃない。雨が降ったから偶然うちに寄ったって言ってたけど、合鍵を持ち出す時点でうちに来る気満々だったってことだよね。ごちゃごちゃうるさい。あんたのこと訴えてやる。は？ナコがこれから一生かけて稼ぐはずだったお金、あんたに払ってもらうから。こんな時に何を言ってるの。子供をほったらかして旅行を優先したくせに、よく人のせいにできるわね。人の大事な娘をこんな目に遭わせておいて説教かよ。だったら人に預けず自分で見るべきでしょ。技師として信頼してたの、それを裏切ったのはあんた。勝手なこと言わないで。こっちの都合も考えず、いつも一方的に頼るだけじゃない。夫もうんざりしてるのよ。あんたの入れ知恵でしょ。お兄ちゃんが血のつながった妹を見放すわけがない。こんな言い争いしてる場合じゃないと思うんだけど、あなたにはやるべきことが山ほどあるはずよ。ああ、葬儀とかってこと？私パス。は？子供がいなければ旦那と一緒にいる意味もないし、これを機に離婚するわ。親としての最後の責任すら果たせないっていうの？どうせ棺桶だってミニサイズでしょ。お金もかからないだろうし、適当にやっといてよ。本気で言ってる？
赤ちゃんだから交友関係もないし、香典だって期待できないもん。行く意味なくね。ありえない。忍ぶとか痛むとかそういう感情すらないなんて。何、読めないんだけど。もう結構よ。夫にもそう伝えておく。今後一切私たちに関わらないで。あんたはいいけど、お兄ちゃんは別でしょ。兄弟なんだから。その兄が二度と連絡するなと言ってるの。まあ今は仕方ないか。そのうち許してくれるっしょ。今までもずっとそうだったし。甘やかしたのが悪かったって自分を責めてるわ。かわいそうに。私もそう思う。怪物ってのは周りが育てると思うんだよね。もっと厳しくしてくれてれば私もこんな風にはなってなかったと思うし。自覚はあるのね。自分が非常識だってことくらいさすがに自覚してるって。葬儀に行かない母親とかマジでありえないし。自覚すらなければまだ許せたかもしれないのにね。じゃああとはよろしく。せっかくだからもう少し遊んでくるわ。じゃあね。数日後。一応墓参りくらい行っとこうかなって思ってるんだけど。納骨はすぐしないわよ。今さら何なの。化けて出てこられても嫌じゃん。だから手くらい合わせておこうかなって。心配いらないわ。恨む価値もないから。はあ、ひどすぎ。それに奈子ちゃんは回復して元気にしてるし。え、どういうこと。危険な状態だったのは確か。でも生きてる。騙したの。騙した。なんでよ。旦那さんに頼まれたの。子供への愛情が残ってるなら飛んで帰ってくるはずだし、その時は自分の怒りは封印して3人でやり直そうと思うって。何それ。でもあなたは戻らなかったし、葬儀の心配すらしなかった。当たり前でしょ。生きてるって分かってたらすぐに帰ったわよ。そういう問題じゃない。普通は自分の目で確かめるまで信じたくないと思うの。でも驚くほどあっさりと受け入れたよね。悲しんでる様子もなかった。私も夫も旦那さんもその態度にがっかりしたのよ。生きてるなら戻るわ。やっぱり母親がいないと。必要ないそうよ。旦那がそう言ってるの。うん。文句があるなら自分で言えって言っといて、一度も連絡してこないくせに陰でコソコソしてんじゃないわよ。別にあなたを恐れて隠れてるわけじゃない。心底軽蔑してる相手と会話したくないだけよ。は？なこちゃんは旦那さんとご両親で育てるって。あなたは浮気相手と一緒にいればいい。なんでそのこと。子供を置いて旅行なんて浮気しかありえないし、探偵つけたらすぐに分かった。何のために。慰謝料をがっぽりいただくためよ。子供育てるのにはお金がかかるからね。私お金なんてない。稼ぎなさい。何をしてでもね。浮気なんてしてない。今さら何言ってるの。別れたのよ。だから何。現状彼氏がいないってことは浮気してることにならないでしょ。別れたら OK なんてルールどこにもないから。今度からはちゃんと子育てするし、奥さんとしても頑張るから。命に次はないのよ。あなたはナコちゃんを危険にさらした。そんな人間を誰が信用するの。だって男に捨てられたから戻ろうとしたんでしょうけど、そんな都合のいい話はない。あなたにできることはこうやって振り回して迷惑かけた旦那さんにお金という目に見える形で謝意を示すことだけ。本当に行くところがないの。お姉さん家行っちゃダメ。絶対に嫌。実家に戻れば。さっき連絡したらお前はうちの娘じゃないって怒鳴られたの。そりゃそうよね。お父さんもお母さんも病院の待合室でなこちゃんの回復をずっと祈ってたもの。みんな来てたの。そうよ、あなた以外はね。そんな、あなたみたいな責任感もなく卑怯な人間と付き合っていく気はないから絶縁させてもらうわ。私が何したっていうのよ。子供を預けただけでしょ。
はい。ナコちゃんが息をしてないと思って怖くなったんでしょ。それを隠すためにわざわざ合鍵を実家に取りに行って私たちの家に放置したんじゃないの。息してないのは知らなかった。なんか突然ぐったりして体も熱い気がしたけど、旅行行きたいし病院行く暇ないし、だから仕方なかったの。そんなに旅行が好きなら一人で好きなところに行きなさいよ。しばらくは無理だろうけど。なんで？あなたもしかして離婚して一人になってみんなから絶縁されて終わりって思ってない？違うの？これは保護責任者遺棄という歴史とした犯罪よ。確実に捕まるわ。は？すぐに警察に言わなかったのは浮気の証拠を抑えたかったからなの。預けただけだって何度言えばわかるの？私の了承もなく置き去りにしたことを預けたとは言わない。やだ、警察とか無理。私ろくでもない人間だけど、犯罪すれすれのところでどうにか生きてきたの。何を自慢げに。スピード違反も万引きも捕まらずにやってこれたのよ。すれすれじゃなくてがっつりやってるじゃん。どうしたらいいの？ナコに謝ればいい？仮にゼロさんに謝ったところで何の意味もないし伝わりもしない。じゃあおもちゃ買ってあげる。そういうことじゃないから。被害届を出すのは旦那だよね。お願い、一度でいいから話をしたいの。わかった、呼んでみる。なんだ？反省してる、本当にごめんなさい。いや、俺がバカだった。やっぱりそう思う？子育てって母親だけの責任じゃないと思うのね。私が浮気したことだって元はといえばあなたにも原因があるわけじゃん。だからここは痛み分けっていうか示談っていうか、お互いいい感じで決着をつけられたらなって思ってるんだけど。よく喋る女だな。え？ナコが渋滞になってもあっけらかんとしてたくせに、自分を守る時だけは必死だなって言ってるんだよ。そりゃそうでしょ、運命の分かれ道なのよ。お姉さんもちょっとくらいフォローしてよ。私は関係ないので。俺は自分が情けないよ。お前みたいなクズを選んで可愛いナコを犠牲にした。私がいなければ娘には会えてないのよ。お前がいなければあんな小さな体で苦しむこともなかっただろう。だよね、分かってる。一生かけて償うし二度と浮気もしない。だから元通りにしてほしいの。お姉さん、やっぱり俺無理です。こいつと話してると頭痛と吐き気が。だよね。いいよ、あとは任せて。ありがとうございます。でも言いたいこと言えてよかった。私たちにできることは今後もしていくから何でも頼ってね。夫や私にとってもナコちゃんは可愛い姪だから。はい、また連絡します。え、終わり？あれが答えよ。あなたは話す価値もない人間だったってこと。あんなに謝ったのに無駄だったじゃん。一生そうやって損得感情で生きていけばいい。何を言っても響かないし、時間と通信費の無駄だから失礼するわ。さようなら。待って、お姉さま、助けてください。後日談。その後親族全員でユラをブロックし、一切の泣き言も受け入れませんでした。ユラは逮捕されて懲役5年の実刑となり、塀の向こうへお引っ越し。裁判の傍聴はおろか、面会ですら誰も来ない現状にやっと現実を受け入れたようですが、時すでに遅し、離婚も成立し、慰謝料や養育費の請求も済んでますが、支払いは先になりそうですね。刑務所から出せる手紙の限度が月に4通らしいのですが、毎月必ずナコちゃん宛に送ってくるそうです。いつか迎えに行くからね、必ずそう書いてあるそうですが、元旦那さんはその全てを読まずに燃やしていると言ってました。育児と仕事の両立は大変そうですが、ご両親の助けを借りながらすごく頑張っています。私たちも微力ながら応援して、ナコちゃんの明るい未来に少しでも貢献できたらと願ってやみません。
役所行ってお前がすでに結婚してたって分かった時は衝撃だったよ。ちょっと待ってよ。この尻がる女出てけ。もう一生会いたくない。ちょっとその言い方ひどいよ。俺はお前がそんなやつだと思わなかった。だからそれは私じゃなくて既婚はあなただよ。俺のわけがないだろう。何言ってんだ。だから市役所の職員さんがそう言ってたじゃない。は？ちゃんと説明聞かないうちに市役所から出て行かないでよ。だって俺とお前の婚姻届を出したらいきなり結婚できないって言われたからだよ。びっくりしたよね。でどういうことなんだ。だから浩二は1年前にすでに婚姻届を出されていて結婚したことになっているんだって。なわけない。浩二に心当たりないの？俺を疑うのか？そういうわけじゃなくて、もしかすると相手の方が勝手に届けを出してしまったとか、そういうことかもしれないって。なんだそれ。俺が許可してないのにか？職員さんがそう言ってた。職員がミスしたんじゃないのか？そんなことはないって。職員の人が確認してくれたけど、書類がちゃんと提出されて受理されてるって。それじゃその相手って誰だよ？それは浩二自身で調べないと私ではわからないよ。調べとけよ。個人情報とか厳しいからそんなことできないよ。工事が帰らなければそこまで確認できたのに。はあ、ごめん、つい驚いちまって。だって俺たちは昨日は親戚や会社の人が100人以上も来てくれて盛大な結婚式を挙げたばかりだぞ。せっかく気分が盛り上がってフミカとの婚姻届を出しに行ったのによ。そうだね、素敵な式になったよね。明日からは新婚旅行にも行くのに、せっかくの気分が台無しだよ。正式な夫婦として旅行に行けると思ったのにな。そうだろ、お前も俺の気持ちわかるよな。もちろんだよ。でも残念だけど婚姻届がまだでも、明日からの新婚旅行を楽しもうね。ああ、それにしてもこれからどうすりゃいいんだ。市の職員さんが言うには、裁判所に婚姻無効の届を出さないとダメなんだって。裁判をするってことか？よくわからないけどそういうことなのかな。でも相手がわからないとできないよね。フミカ代わりに調べてくれよ。え、だから私じゃ調べられないって。確かに人情があれば代わりにできるんだろ。俺忙しいしさ、頼むわ。でも明日から新婚旅行だろ。帰ってきてすぐ仕事だし。それは私も同じだよ。だってお前は俺より3日長く休み取っただろ。それは引っ越しの荷物を片付けるためだよ。荷物はすぐなくても平気だろ。だから頼むよ。なんなら休みを延長すれば。そんなことしたら会社に迷惑かかるよ。お前は社長の娘なんだし誰も文句言わないって。じゃああとはよろしく。私はフミカ、31歳です。昨日2歳年上のコウジと結婚式を挙げました。コウジは1年前会社に中途入社してきました。明るく誰とでも話ができるコウジはすぐに社内の人気者に。その頃の私には結婚まで考えていた人が社内にいました。でも入社間もないコウジが私に一目惚れしたと言って猛アタックしてきたのです。どちらかというと奥手の私はコウジの行動に最初驚きました。そしてその頃お付き合いをしていた彼が横領したという噂が社内に流れ始め、その証拠もないまま会社に居づらくなった彼は退職。そして私たちの関係が白紙になったのです。ショックを受けた私を慰めてくれたのがコウジでした。その後関係は一気に進展、そして結婚となったのですが、市役所に行ってみてまさかの婚姻届不受理。そしてその後とんでもない事実が発覚していったのです。数週間後。おい、婚姻届は出せたのか？それがまだなの。先に家庭裁判所に婚姻届無効の申し立てをしないと。さっさとやってくれよ。だから書類を揃えたりとか意外と面倒なのよ。いつになったらできるんだよ。お前って意外ととろかったんだな。そんな言い方って。昨日の夕飯だってひどい味付けだし、社長の娘ってだけであとは何もできないのな。だって引っ越しの荷物の片付けの合間にやってるからなかなか進まなくて、それに社長の娘とこのことは関係ないでしょ。関係終わり。お前が社長の娘でなかったら結婚しなかったもん。え、何それ。なんか工事って結婚式が終わってから急に態度が変わったよね。そうか、俺はもともとこうだぞ。とにかく引っ越し荷物なんか片付けなくてもいいから。それじゃあ困るんだよ。昨日なんか料理で計量カップ使いたくても見つからなくて、探すのに1時間もかかっちゃったよ。そうやって料理が下手な言い訳すんな。無理に飯を作らなくても俺はコンビニ弁当でもいいぞ。その方がうまいしな。
新婚なんだから愛情込めて作りたいよ。まずいもん食わされるより弁当の方がはるかにマシだわ。それにな、俺は次期社長なんだぞ。まずいもの食って腹壊したら仕事になんないだろ。次期社長ってお父さんそんなこと言ったの？言われなくても当然だ。だってお前は一人っ子なんだから、娘の旦那の俺が会社を継ぐことになるよな。そんな話聞いてないけど。会社ってのはな、そういうもんなんだよ。そうかな。ねえ、それよりあなたと結婚したことになってる綾乃さんって本当に心当たりないのね？知らん。なんでこの人は勝手に浩二との婚姻届を出したんだろうね。気になるな。そうだ、もしかしてあいつかな。前の会社のやつかも。前の会社の人なら連絡取ってみてよ。無理だな。なんで？会社に聞けばわかるでしょ。だってそいつは俺と同じ頃に会社辞めたんだ。そうなの？前の会社に聞けば連絡先を教えてもらえないかな。教えるわけないだろ。ダメかな。私の方から理由を説明して問い合わせてみようか。いや、やらなくていい。なんで？裁判するのに相手の住所とか必要だよ。俺がやる。お前は何もしなくていい。忙しいから私に全部やってって言ったよね。お前にばっかりやらせてたら悪いだろ。あとは俺がやってやるよ。本当？助かるよ。その分早く引っ越しの荷物片付くし、ちゃんと料理もできるよ。今夜は美味しいもの作るからね。ああ、そうしてくれ。じゃあよろしくね。弁護士さんにもそう伝えておくね。さらに2週間後。ねえ、綾乃さんの住所分かった？いや、まだだ。書類が揃わないと家庭裁判所に提出できないよ。いや、もう少しすれば分かると思うから待ってくれ。でも、もう2週間以上経つよ。そうか。何かあったの？お父さんも心配してるよ。社長に話したのか？いつまでも婚姻届を出さないからなんでだって聞かれて、事情を説明したらお父さんすごく驚いてたよ。でも浩二は被害者だもんね。ああ、まあな。結婚式挙げたとはいえまだ正式な夫婦になってないでしょ。今後は会社のこととかいろいろ手続きもあるしさ。手続き？それじゃあいよいよ本格的に俺が次期社長か？細かい手続きとかいろいろあって結構大変そうだよね。そうか、いよいよか。じゃあなんとかしないとな。何を？綾乃さんとの関係？ああ、勝手に俺との婚姻届を偽造して出しやがって許さないよな。そうだね。でも綾乃さんだけが悪いのかな？は？何のことだ？浩二にも悪いところがなかったのかな？俺が悪いわけないだろ。それに婚姻届は偽造じゃないよ。え？浩二からサインした婚姻届を彼女に渡したんだってね。ふみか、お前何言い出すんだ。彼女が1000万貯金しているのを知って結婚しようと言って婚姻届を持って部屋に転がり込んだんだってね。なんでそれを？浩二の様子がおかしいから自分で前の会社に事情を説明して彼女と連絡を取っちゃいました。嘘だろ。まさかって言いたいのはこっちなんだけど、自分の婚約者が金目当てに他の女性を騙していたなんてね。別に騙してなんかないぞ。じゃあなんで彼女と別れたのよ。それはその性格の不一致だな。綾乃さんの貯金1000万を勝手に使い込んで、なおかつ彼女に子供ができたのが分かった途端連絡がつかなくなったって言ってるわよ。それはあいつの出まかせだ。お前は婚姻届を勝手に出すようなやつの言うことを信じるのか。彼女ね、子供の戸籍欄に父親の名前が欲しくて婚姻届を提出したんですって。勝手に提出したことは確かに良くないけど、元はあなたが撒いた種じゃないの。あいつは俺が金を使い込んだだけですげえ口やかましかったんだ。おまけに子供まで作りやがって、あんなやつと結婚なんかできるか。母子家庭でお母さんにいつか家を買ってあげようと必死になって貯金した1000万を勝手に使い込まれて怒らない人っているかな。ふみかは怒んないだろ。何言ってんの？怒るに決まってるでしょ。だってお前は実家が金持ちじゃないか。俺は綾乃のような貧乏人と付き合ったのが間違いだったわ。しかも子供ができたのを知ってて彼女を捨ててかわいそうだよ。わかった、養育費を出してやるさ。金を出せばもう文句は言わないだろ。なんたって俺は次期社長だ。これからは金に困ることはないからな。綾乃さんね、1000万の返金と養育費、慰謝料を支払ってくれればいいって。ほら見ろ、結局金が欲しいだけじゃないか。がめついやつなんだよあいつはな。本当は勝手に婚姻届を出されたんだ。こっちが慰謝料もらいたいぐらいだわ。これで裁判して婚姻無効になるね。あとは俺たちが婚姻届を出して
俺が次期社長の座につけば全て丸く収まるしな。どうかな。え？ねえ、この状況で私たちの婚姻届出すと思った？出すだろ。だって俺たちは結婚式も挙げたし、新婚旅行も行ったんだぞ。でもまだ正式な夫婦じゃないよ。今さら何言ってんだ。浩二は私と結婚したかったんじゃなくて、金持ちの社長の娘と結婚したかったんでしょ？そんなことない。俺はフミカを愛してるぞ。今さら遅いわよ。綾乃さんのことで浩二の本性がよくわかった。それは誤解だ。綾乃とのことはだな、当事者同士にしかわからないいろいろなことがあってだな。それとあなたが中途入社してきた頃に私が付き合っていた彼だけど、彼が横領したって噂を流したのは浩二なんでしょ？そんなの俺は知らん。第一証拠もないぞ。そう、あの時は何も証拠が出てこなかった。でも彼は結局居づらくなって会社を辞め、私との連絡を全て絶ってしまった。それは後ろめたいことがあるからだろ。だからもう一度調査をし直したの。そしたら証拠が出てきたわ。あなたがやったって証拠となる偽造書類がね。嘘だ。俺は噂を流したけど偽造書類なんか作ってないぞ。やっぱりね。自白をありがとう。あ、浩二が私たちを破局に追い込んだのね。最低。婚姻届を出す前にあんたの本性が分かってよかったわ。ちょっと待ってくれ。お前と結婚しないと俺は次期社長になれないだろう。次期社長なんてなれるわけないわよ。当然でしょ。そんな、そのためにいろいろ画策してきたのに。っていうか能力もないのに娘の旦那ってだけで次期社長になんかなれるわけないでしょ。そうなの。それよか綾乃さんへの慰謝料と養育費、1000万の貯金もちゃんと返済してあげてよね。そんなの困る。あと私からも慰謝料の請求させてもらいます。なんで。事実を隠して結婚しようとしてたんだから結婚詐欺かな。これから弁護士さんに相談してみるね。勘弁してくれよ。フミカと結婚できなかったら金なんかまるでないんだ。頼むよ、俺と結婚してくれよ。フミカ、お願いだよ。後日談。浩二はその本性と過去がバレて、社長である私の父が激怒して会社をクビ。そして綾乃さんからは慰謝料などを請求。私からも慰謝料請求をしています。さらに私の元彼から名誉毀損でも訴えられました。お金に困った浩二は評判の悪い散々サラリーに手を出して、そこの怖いお兄さんの紹介で遠い海の上で働いているとかいないとか。私はろくでもない浩二との結婚しないで済んでよかったです。そして一度は会社を辞めて私の元から去った元彼が起業してたくましくなって私の元に戻ってきてくれました。今度こそきっと幸せになります。お前の嫁いい女だな。ちょっと俺に味見させろよ。親父、何言ってんだよ。ミカのことそんな風に見るのやめてくれ。いいじゃねえか。あいつタイプなんだよな。俺の秘書になってもらおうかな。社長秘書なら二人もいるだろ。あいつらはただの秘書だ。お前の嫁は夜の秘書にしたい。は？マジでさっきから何言ってんの。俺は欲しいものは必ず手に入れてきた。会社だってそうやって大きくしてきたんだ。だからなんだよ、俺の妻とは関係ない話だろ。ケチケチすんなよ。ちょっと嫁を貸すだけじゃないか。母さんもいるのになんてこと言うんだよ。神経疑うわ。なんで俺が何十年もあんなババア一人で我慢しなきゃならないんだよ。外に女でも作らなきゃやってられない。仲良くやってると思ってたよ。何のために会社作って金稼いでると思ってんだ。女のためだよ。そうかよ。アキトも俺の後を継ぐつもりなら仕事と女遊びの両立くらいやってみろ。俺はいいよ。ミカだけを愛すると決めて結婚したんだから。そんなことより母さんを悲しませるようなことはしないでくれよ。あいつは全部知ってるさ。そうなの。俺の金が目当てだから何も言えないでいるんだ。バカな女だよ。母さんを悪く言われると悲しいよ。お前はいつまでマザコンなんだ。情けない息子だな。子供の頃父さんが仕事で忙しくて家にいなくても母さんがいつも遊んでくれたんだ。大事に思っても罰は当たらないだろ。くだらん。妻のことは冗談として受け取っておくよ。そんなことより大きな取引が控えているだろ。女遊びしてる暇はないんじゃないかな。それはアキトに任せるわ。困るよ。取引先には社長も同行しますと言ってあるんだ。俺は行かないぞ。今狙ってる女がいて忙しいんだよ。
勘弁してくれよ。取引成功すれば5億なんだよ。お前が契約取ってこい。後継者になるためのテストだ。俺みたいな若造が一人で行ったところで相手にされるか。失敗は許さんぞ。マジかよ。あと2週間しかない。寝ずに準備しなくちゃ。そうだそうだ、若いうちは寝なくてもいい。思う存分仕事しろ。参ったな。俺は早々に引退して若い女と遊びたいから、さっさと独り立ちしろよ。ったく、なんて社長だよ。2週間後。今から商談に向かうよ。結果が分かったら連絡する。あいよ。父さん今どこなの？社長室に行ったらいなかったけど。今ハワイでお前の嫁さん味見してるぞ。後で返すから我慢しろ。ハワイ？妻なら実家にいるはずだけど。そんなの嘘に決まってんだろ。俺と一緒にいる。嘘だ。狙ってる女がいると言ったろ。ミカのこと本気で言ってたのか。狙った獲物は必ず狩る。俺はそういう男だ。息子の妻を寝取るなんて聞いたことない。人がやってることやってもつまんないだろ。人生には刺激がなくっちゃ。無理やり連れてったんだよな。ミカも岐阜の言うことだから断れなくて仕方なくついてったんだろ。いや違う、ミカも喜んでついてきたぞ。そんなはずはない。ミカはいつも家にいたし、俺たちは仲良くやってたんだ。平日の昼間にデパート行ってブランドバッグ買ってやったらすぐに尻尾振って懐いたぞ。そんな。嫁選び失敗したみたいだな。旅行だけだよな。何もしてないよな。お前はバカか。いい年した男女がハワイの高級ホテルでただ寝るだけだと思うか。嘘だ、ミカが俺を裏切るなんて。しかしこいつはいい体してるな。お前の嫁にしとくのはもったいない。ババアを捨ててミカと再婚しようかな。俺にくれよ。何言ってんだ。これは社長命令だ。息子とはいえお前は俺の社員なんだからな。ふざけるな。社長に向かってなんて口の利き方だ。立場をわきまえろ。今から商談だってのになんでこんな時に余計なこと知らせるんだよ。プライベートと仕事を区別するのも経営者にとっては大事なことだ。感情は押し込めてしっかり仕事してこい。今の俺に商談なんて無理だ。社員の生活がお前にかかってるんだぞ。妻の浮気くらいで簡単に責任を放棄するのか。そりゃそうだけど。余ったれたこと言ってないで与えられた仕事をやれ。俺は今からお楽しみタイムだけどな。お前の嫁結構いい仕事するんだぜ。もうやめてくれ。息子の嫁っていうのが最高に燃えるな。クズめ。ははは、なんとでも言え。ここはハワイだし殴りにも来れないだろ。殴る価値もねえよ。俺に手に入れられないものはない。金も女も名誉も地位も全て手に入れるんだ。俺の妻を奪うことないだろ。奪ってはない、借りただけだ。人を物みたいに言うな。お前をからかうのは本当に面白いな。子供の頃からすぐムキになって俺に突っかかってたもんな。え、からかうってまさか全部嘘とか。いや本当だが。くそ。じゃあ相談頑張れよ。気合い入れていってこい。3日後。お前の嫁味見どころか食い尽くしちゃって腹いっぱいだわ。そうですか。スマホ壊れちゃってさ、さっき修理から戻ってきたんだよ。契約どうなった？無事に済みました。そうかそうか、アキトよくやったな。俺も明日にはハワイを出て日本に帰るから、着いたら話を聞かせてくれ。あなた、あの子の墓場で待ってます。え、誰だ？サチオです。なんでお前がアキトのスマホを使ってんだよ。あの子が亡くなったからよ。は？何言ってんだ。あの商談の日を帰りに事故に遭ったの。嘘だろ。こんな不謹慎な嘘つかない。俺のスマホが壊れたせいで連絡がつかなかったんだな。それは悪かった。いいえ、あなたには一度も連絡してないわ。なんでだよ。息子が亡くなったんだぞ。すぐに知らせるべきだろ。よく父親面できるわね。息子の嫁と浮気するなんて親のすることじゃないでしょ。お前知ってたのか。アキトが教えてくれたわ。聞いた時は耳を疑ったわよ。だったらミカにでも連絡すればよかっただろう。
お前のせいで息子の葬儀にも出られなかったんだぞ。あんたら二人には明人の葬儀に出る資格はない。お前も知ってるだろう。俺が今まで散々浮気してきたことぐらい知ってるわよ。病気だと思って耐えてきたわ。でも今回は訳が違う。息子の奥さんなのよ。何考えてるのよ。ちょっと遊んだだけじゃないか。冗談じゃないわ。あなたの行動がどれだけ明人を傷つけて追い込んだか。あの子が事故に遭ったのはあなたのせいよ。なんで俺のせいなんだよ。明人は赤信号の交差点に突っ込んだの。え？幸い相手のトラックの方は無事だったけど、あの慎重な明人がそんな不注意運転するはずがない。あなたと美香さんのことでショックを受けてぼーっとしてたのよ。明人、これで満足？そんなわけないだろ。俺だってこんな結末を望んでいたわけじゃない。これで美香さんを明人から奪えるでしょ。望み通りじゃないの。息子を裏切るような女なんかいらん。よく言うわ。自分がそそのかしたくせに。全部明人から聞いてるのよ。一度つまみ食いしたら満足するんだ。長く付き合うつもりはない。だったら手を出すべきじゃなかったわ。うるさい。何をしようと勝手だろ。俺が稼いでいるからお前は贅沢な暮らしができているんだぞ。偉そうに説教するな。偉そうにできるのも今だけよ。どういう意味だ。どうやったら明人の恨みを晴らせるか寝ずに考えたわ。何する気だよ。敵対的買収よ。 TOB を仕掛ける。は？株式の 50% 超えを取得してあなたを経営者の座から引きずり下ろす。買収なんてお前にそんな金ないだろ。私の叔父に頼んだの。おじさんってあのヘリクツ商事の？そう、取締役常務よ。なんであんな大手がうちを。ちょうど新規参入予定の業種だったみたいで前から興味を示してたみたい。冗談じゃないぞ。俺が作った会社だ。だから何？株式会社なら株式のものよ。そんなことも知らずに上場したんじゃないでしょ。敵対的買収なんて考えてもなかった。ちなみに役員たちも持ち株を売ることに同意してくれたから。なんでだよ。あなたの傲慢な経営方針と女癖の悪さについていけなくなったそうよ。なんだと。社長室にしょっちゅう若い女を連れ込んでは役員会議に遅れたり業務に支障が出ていたらしいじゃない。それは誰もあなたを社長として慕ってなかったの。むしろ早く明人に代替わりしてほしいと思ってたみたいよ。俺の会社が終わった。ご心配なく、会社はこれからも続くわ。経営者が変わるだけ。俺はどうすればいい？さあ、一人で生きていけば。お前はついてきてくれないのか？息子をこんな目に遭わせた男とこの先暮らすなんて絶対に嫌よ。俺、自分のことを何もできないんだぞ。どうやって生きていけばいいんだ？金に物を言わせることもできないわね。泥水でも吸ってなさいよ。明人に線香あげさせてくれ。いや、美香もショックを受けている。そのバカ女にも伝えて、二度と顔を見せるなって。でも美香は明人の相続人だぞ。あんたら二人には弁護士通じて浮気の慰謝料請求をするわ。明人はまだ見習いで給料が高かったわけじゃないし、美香が相続したところで支払いで消えるわよ。俺の金はどうなる？財産分与は必ずしも半分である必要はないの。あなたのせいで離婚に至ったんだから4分の1で折れてもらうわよ。俺が稼いだ金だぞ。お前が4分の1だろ。そもそも女に使いまくりで現金なんて残ってないでしょ。何を偉そうに。金なら稼げばいいと思ってた。社長じゃなくなる日が来るなんて思わなかったんだよ。買収されないように悪あがきしても無駄だから。役員は全てこっちの味方だし、叔父が同業に根回し済み、あなた一人にできることはない。なんてことだよ。私の大事な一人息子を奪ったあんたら二人を絶対に許さない。必ず地獄に落としてやる。助けてくれよ。何甘ったれたこと言ってるの。親と妻に同時に裏切られた明人の苦しみに比べたらあんたの苦しみなんてゴミよ。悪かったよ。息子だから許してくれると思ったんだ。あんたが消えればよかったのよ。なんで明人が、あんなに優しい子が、なんで。すまなかった。明人の苦しみを背負って一生もがきながら生きていけばいい。誰もあなたを許さないわ。
アキト、すまんかった。アキトはもういないのよ。謝っても届かないの。俺はなんてことをしたんだ。後悔しても遅い。その大きなキャリーケース持ってどこかへ消えて。そんな。ミカの実家にも連絡した。ご両親かなり怒ってたわ。あの女にも帰るところはないから。そこまでするのかよ。さっさとバカ二人でどこかへ消えて。カード使っても払えないから気をつけることね。勘弁してくれ。俺現金ほとんど持ってないぞ。じゃあ河川敷で寝ればいいじゃない。待ってくれ。一度家に入れてほしい。敷地に一歩でも入ったら警察呼ぶから。なんでだよ。まだ家族だろ。書類上つながってるだけ。私にはもう夫はいない。あとは弁護士と話すのね。幸よ待て。俺を見捨てないでくれよ。後日談。ハワイから戻った正信と美香はうちに押しかけてきましたが、イルスを使って無視。美香と明人が住んでいた家も鍵を交換し入れないようにしておきましたし、美香の実家も絶縁されていて頼るところがなく、しばらくは大きい荷物を抱えてネットカフェに寝泊まりしていたようです。その後弁護士とのやり取りで離婚が成立。正信の財産分与として1000万円、そこから明人の葬儀代や慰謝料として1000万を引かせてもらい、一文なしで追い出してやりました。バカ男が持っていた持ち株もすべて売らせて、会社との関わりはなくなりました。小さなアパートを借り、ミカと二人で暮らしていましたが、ミカはさっさと男を作り出て行ってしまったようです。残されたおじさんは一人寂しく、失った人生を悔いていることでしょう。会社の経営陣も新しくなり、順調に再スタートしたようです。先日アキトの納骨を終えました。アキト、あなたのお父さんを調子に乗らせたのは私よ。ごめんなさい。母さんのせいじゃないよ。優しいあなたはそう言うでしょうね。そう遠くない未来にそっちに行くわ。幸せな人生だったと胸を張って言えるように、残りの人生もう少し生きてみるわね。またガキが入院したって？そうよ、危ない状態なの。いつものことだろ、どうせ助かるって。今どこにいるのよ。浮気相手とホテルだけど。とにかく今すぐ木梨病院に来て。無理に決まってんだろ、自分の娘が苦しんでるのよ。そんな時によく浮気なんてしてられるわね。うるせえ、俺の給料で飯食ってるくせに偉そうなこと言うんじゃねえよ。病気で苦しい時にパパが駆けつけてくれないなんて、リカがかわいそうよ。もやかちゃんとのイチャイチャタイムを邪魔された俺の方がかわいそうだし、つーかそのガキ体弱すぎ。しょうがないでしょ、ニカは生まれつき心臓が弱いんだから。お前の血が入ったからそんな出来損ないが生まれたんだろ。なんてこと言うの、事実だろ。責任取ってお前がちゃんと面倒見てろ。ならせめて後で病院に私とニカの着替えを持ってきて。急な入院で何も用意できなかったの。は？嫌だよ。明日は萌香ちゃんとフグとカニを食べに高級料亭に行く予定だし。父親としての自覚がないの？文句があるなら離婚だ。引き出しに俺の名前とハンコを押した離婚届があるから役者に出しとけ。それはできない。だよな、リカは体が弱くてすぐ入院するから、お前は働きたくても働けない。そうよ、浮気を慰謝料請求したって俺から取れるのはせいぜい300万。そんな金じゃリカを養っていけないよな。せめて私に頼れる両親がいれば。お前の両親は離婚してるし、親権を取った母親は病気で他界済みだろ。悔しい。お前は浮気相手との仰せで汚れた俺の下着を洗う奴隷として生きていく運命なんだよ。とにかく家に帰りたくてもリカから離れられないの。お願いだから私たちの着替えを持ってきて。ダメな、私と子供のために持ってきてください、ご主人様。だろ、持ってきてください、ご主人様。4日後にその病院で人間ドックの予定だから、覚えてればその時にな。そんな、奴隷みたいな存在なんだから汚れた服を着たって問題ないだろ。私の名前は田中恵美子、5歳で生まれつき心臓が弱い娘、理科の母です。夫健介は私が離婚できないことをいいことに浮気三昧。食事を作ってもお前の薄味の飯なんてまずくて食えるか、外の犬にでもやっとけと暴言を吐き、
ゴミ箱に平気で捨てるなど、私のことを奴隷使いする毎日。こんな現状から抜け出したいと思っていても、体が弱くすぐに入院してしまう娘と一緒ではなかなか仕事も始められず、私さえ我慢していれば理科と生活はしていける、そう思って健介からの仕打ちに耐えていたんです。しかしある日のこと、私のスマホに入った一本の電話で、私の環境はガラリと変わったのです。1ヶ月後。マイハニー、理科の診察終わったよ。珍しく俺が病院についていくなんて、どういう風の吹き回し。子供が熱を出したら病院に連れて行くのは親として当たり前のことだろ。今まで一度もしたことないくせに。タイミングが合わなかったんだよ。それでお医者様は何て言ってた。入院した方がいいって。だから俺が付き添うよ。あなたで本当に大丈夫。何言ってんだよ、俺は理科の父親だぞ。生まれてから今まで理科の面倒なんて見てくれたことなかったのに。これから俺、家族の時間を大切にする。随分な心境の変化ね。お前のじいちゃんから金が入ったんだ。俺が一生懸命働く必要もなくなって時間は作れるしな。まあ確かにお金には困らなくなったけど。それにしても、亡くなったお前のじいちゃんが大金持ちだったとはな。母は父と駆け落ちして家を飛び出していたから、私もおじいちゃんがそんな人だったなんて知らなかったの。他に子供も孫もいないから、全財産の2億お前が相続するって聞いた時は目の玉飛び出るかと思ったぜ。私もびっくりしたわ。でもこれでお金のことを考えず理科を育てていける。ああ、俺たち2人で力を合わせてこの子を育てていこうな。本当に。当たり前だろ、俺はお前と理科を愛する夫であり父だ。浮気相手の萌香ちゃんはいいの。萌香、ああ、あんなメス豚捨ててやったよ。捨てた。俺にとって大切なのはお前たちだからな。あんな顔と胸だけの女、俺にふさわしくないし。なんだか彼女も不憫ね。元浮気相手にまで同情するなんて本当にいい嫁だな。そういうわけじゃないけど。とりあえず今夜お前はゆっくり休めよ。俺がリカのこと見てるから。リカ、よく発作を起こすから注意して見ててね。何かあったらすぐにナースコールお願いね。おう、任せろ。俺はできる父親だからな。3時間後。リカが危ないってどういうこと。病院から連絡来たのか。ええ、すぐに来てほしいって。あの医者、嫁に余計な連絡がするなって言ったのに。旦那さんじゃ話が通じないって言われたんだけど。どういうこと。タバコ吸いながら病室うろうろしてたら、理科にいっぱい繋がれた管に足引っ掛けて外しちゃってさ。え、やっべ、怒られるって思ったから適当に繋ぎ直したんだよ。そしたら理科が急に苦しみ出してさ、マジでビビったぜ。なんてことしてるのよ。医者はすげえ怒ってるし、なんなの、俺父親よ。そんなの怒られるに決まってるでしょ。つうか、お前もこのまま理科が行けば楽になれるだろ。は、看病続きでお前も疲れてたもんな。理科がいなくなれば晴れて自由の身。何言ってんの。病気で娘を失ったかわいそうな母親になれるんだぞ。そんなのなりたくない。昇進旅行ってことで手に入れた2億で俺と世界一周しようぜ。仕事は。ああ、言い忘れてたけど俺会社辞めてきたわ。本気で言ってるの。大マジだよ。だって遺産2億入るんだもんな。俺が働く必要もないだろ。呆れた言葉も出ない。いいじゃん、お荷物がいなくなったらこれから2人で遊んで暮らそうぜ。勘違いしてない。何を。あなたと私とっくに離婚してますが。ペ、昨日付で私とあなたは他人です。離婚届なんて俺書いてないぞ。書いて引き出しにしまってたでしょ。あ、そういえば最後に優しい父親を理科に見せてあげられたと思って付き添いをお願いしたけど、やっぱり間違っていたわ。待ってくれよ、離婚ってことは2億は渡さないに決まってるでしょ。アホだなお前、離婚には財産分与ってのがあるんだよ。あなたこそ大バカよ。財産分与は婚姻中に形成した財産のみ、遺産は対象外よ。知らなかった。ということで他人のあなたは病院から立ち去ってください。理科は私が面倒を見ます。俺たち家族じゃないか。それに理科から父親を奪っていいのか。娘の命を危険にさらす父親なんていない方がマシ。お前の金で生活できると思って俺仕事辞めちゃったんだぞ。また働けばいいじゃない。こんなことなら辞めなきゃよかった。そうそう、財産分与だけどあなたの貯金はきっちり折半させてもらうからね。嘘だろ。
それと理科の養育費の支払いもお願いね。なんでだよ、お前が勝手に離婚届出したんだろ。あなたも私と離婚したがってたじゃない。双方同意の上よ。金銭面だけでも理科の父親としての責任を果たしなさい。なんだよクソ、お前がそんな薄情な女だなんて思わなかった。あなたに一番言われたくないセリフね。別にいいし、仕事はまた探すし、この際だから萌香ちゃんとより戻してやる。それは叶わないと思うけど。萌香ちゃんは俺のことが大好きなんだぞ。毎週末浮気してたのお前も知ってるだろ。彼女浮気の慰謝料請求するって言ったら、あんな男奥様にお返ししますだって。え、まあ返されても慰謝料請求はするけどね。あなたに300万、彼女に300万。300万の慰謝料に養育費と財産分与まで。無理無理無理。今まで私と理科が受けてきた仕打ちを考えれば安いものよ。やだ、離婚しないで。もう届けは出しちゃったから無理。じゃあ再婚してください。絶対に嫌。頼むよ、俺一人じゃ生活できない。どうして？お荷物がいなくなるんだから自由に生きればいいじゃない。俺この間人間ドック受けただろ。そういえばその時に俺心臓病って言われたんだよ。まあ先にタバコに外食に贅沢三昧だったものね。医者に今後は栄養バランスの整った食事に生活習慣を心がけないと心筋梗塞になる可能性が高いって言われたんだ。だから？お前に食事を作ってもらわないと俺長生きできないんだよ。私の作る薄味の飯なんて食べられないんでしょ？あれはちょっとした冗談だって。子供じゃないんだから食事くらい自分で作りなさい。心筋梗塞で倒れたら介護する人も必要だし。知らない、自分のママに面倒見てもらえば。親はもう70歳だし介護なんて頼めない。私はもう他人なので知りません。そんな、あなたみたいな出来損ないのお荷物を捨てられてよかったって本当に思ってるわ。お願いだよ、捨てないでくれ。お断り。庭の犬小屋でもいいからいさせてくれ。飼い犬は間に合ってます。ゲーでも何でもするから。こんな可愛げのない犬いらないわ。そんな、誰か俺のこと拾ってくれよ。後日談。その後健介は何を思ったのか、不合に拾われようと拾ってくださいと書かれた段ボールに入って高級住宅街で物乞いのようなことをしていたと友人から聞きました。当たり前ですが不審者だと通報されたらしく、警察のお世話になったとか。結局健介は養育費慰謝料を支払うため住み込みの工事現場の仕事を始めたらしいです。毎日ハードすぎて倒れそうだし心臓に悪いとたまに泣き言のラインが入りますが、全て無視しています。食事も脂っこいコンビニ飯ばかりで、健康診断の数値も悪く医者に長く生きられないぞと脅されているとか。私はというと、その後理科と二人幸せに質素な暮らしを続けています。おじいちゃんから相続した2億はなるべく残して理科に託してあげたいと思っているからです。理科が病気を乗り越えたら体にいい食事を出す小料理店を開くことが今の私の夢です。人生まだまだこれから、娘と二人精一杯楽しんで生きていきたいと思います。軽病なんか使わずさっさと仕事に行けババアが。私を病院に連れて行ってくれるんじゃなかったの？高熱なんてぐーたらしてるだけの嘘だろ。え、怠けてるお前にカツを入れるべく布団から引きずり出す作戦は大成功。私を騙してマンションから追い出した挙句、無意味に駐車場まで歩かせたの？マンションから歩いて10分もかかる月決め駐車場を契約したのは失敗だったな。引っ越してきた時はそこしか空いてなかったんだから仕方ないじゃない。ま、俺としてはとぼとぼ歩くお前の無様な姿を見れて楽しかったからいいけど。すぐ戻る。戻っても無駄、玄関から窓から全部完全に施錠したからな。そんな、家の鍵持ってきてないのに。怠け者のお前に暖かい家に入る権利はないからな。なんでこんなことするの？私熱が39度もあるのよ。しらじらしい元気なくせに一丁前に病人ぶるな。あなたも体温計見たでしょ？それを見たからこそ軽病だと確信したんだ。どうして？なぜなら人間の体温は37度までしか上がらないからだ。39度なんてありえない。何言ってんの？現に俺は
36.4 度が最高だ。それはあなたがバカなだけ。なんだと？ほら、よく言うでしょ、バカは風邪ひかないって。俺はお前が湯たんぽで体温計を偽造したことを見抜いた天才だ。そんなことしてないから、お前の嘘には騙されないぞ。とにかく帰るから、すぐ家に入れて。それは無理だな、俺はもう家にはいないし。は？お前を駐車場に向かせてる間にチャリで出た。どこに？私はどうなるの？薄いジャージしか着てないし、裸足に健康サンダルなのに。今日は気温が氷点下で雪まで降ってるのに、そんな軽装で外に出るなんてバカ丸出しだな。私が着替えようとしたら、車には暖房があるから平気だってせかしたのはあなたでしょ。車を使ってもいいぞ。あ、鍵は俺が持ってるんだった。車の鍵だけじゃなく、スマホ以外は全部家の中だし。それならやることは一つ、働け。会社には今日休むって連絡したし、こんな格好で行ったら不審がられる。なら、そこの駐車場で仕事しろ。ウェブデザインなんてスマホでもできるだろ。そんな簡単なものじゃないし、頭痛も吐き気もひどくて、どっちみち無理だから。また病人ぶる気か。往生際が悪いやつだな。仮病じゃないってば。寒さのせいかどんどん辛くなってるの。お願いだから戻ってきて。今から彼女とデートだからやだ。え？彼女？ネトゲで知り合った20代のピチピチ大学生と付き合ってんだ。最近暇さえあれば。パソコンにかじりついてたけど、まさかずっとネトゲを。正社員の仕事探してるなんて言葉を真に受けてくれてありがとう。おかげで有料物件をゲットできました。私に嘘ついて遊んだ挙句に浮気なんて。日々劣化していく不良物件のババアなんて浮気されて当たり前。私たち結婚してまだ半年だよ。そんなに変わってないでしょ。今までは結婚に焦りすぎて俺の目は曇りまくってたんだ。はあ？けど結婚した途端にその視界が晴れて、目の前にいたのは切り干し大根のようなバーバー。なんて失礼な。このままではいけないと思い、頑張った結果今に至る。だったら相手を見つけた時に離婚すればよかったのに。そしたら誰が俺にお小遣いくれんの？私がお金を渡してたのは就活に必要だって言ってたからよ。名目は何だっていい。お前には ATM としてこれからも存分に働いてもらうぞ。こんなひどいことされて素直に言うことを聞くとでも？お前に選択肢はない。どういうこと？もし離婚なんてことになったら、俺の親の会社は今後一切お前の親の会社とは取引しないぞ。あなたいつも言ってたじゃない、会社経営なんて責任のある仕事はまっぴらごめん、親の会社なんか継がないって。だから？そんなあなたが急に取引先を切り捨てるかどうかなんて決められるの？うちは一人息子で、両親は人一倍俺に甘いんだぞ。俺が一言あの会社やだって言っただけでスポンと打ち切り待ったなしだ。そんな、まさか。お前んとこ確かうちの会社が一番大きな取引先だったよな。そうだけど。それが全部なくなったらどうなる？ん？両親の会社潰れちゃうかも。ってことはどうすればいいかわかるよな。浮気されてるって知っててあなたに貢げって言うの？よくわかってるじゃないか。お前はおとなしく ATM やってりゃいいんだよ。ひどい。あと俺が迎えに行くまで誰かに連絡して助けてもらうのもなしだぞ。いつ来てくれるの？彼女と目いっぱい楽しんだ後に。覚えてたら言ってやるよ。そんなの耐えられない。じゃあ誰かに助けを求めたら、その代わりお前を大切に育ててくれた親の会社は。やめて、誰にも連絡しない。おとなしくしてるから早く戻ってきて。じっとしてないで仕事しろよ、仕事。だからそれは無理だって。 ATM ババアが口答えするな。これ以上ひどい目に遭いたくなかったら、俺のためにせっせと金を稼げ。私の名前は美穂子、30歳です。夫の俊介は32歳で、仕事を通して知り合い意気投合。2年付き合って半年前に結婚しました。夫はもともと大手企業で正社員をしていましたが、結婚後すぐに義務を理由に退職。その後はずっとフリーターでしたが、私の稼ぎだけでも生活できる上に率先して家事をやってくれていたので特に気にしていませんでした。しかしまさかこんな最低な本性を隠し持っていたなんて。突如冷血人間と化した夫は、寒さに凍える私にさらなる追い打ちをかけてくるのです。数時間後。誰にも連絡してないだろうな。してないよ。今はマンションの駐車場であなたの帰りを待ってる。誰が動いていいって言った。勝手なことするな。
雪がひどくなってきたから、せめて屋根のある場所にって。今すぐ車のある場所に戻れ。え？そんなことしているのをマンションの住人に見られたら変に思われるだろ。だから戻れ。そんなのあんまりよ。体は冷え切ってて、橋なんかもう感覚がないのに。そんなの俺の知ったことが。俺の言うことを聞かないとどうなるか話したろ。頭もガンガン割れそうに痛いし、吐き気もずっと我慢してて本当に辛いの。お願いだから助けて。まだ仮病のふりをするのか。ちっとも反省してないようだな。ここまで言っても信じてくれないなんて。無駄な抵抗してる暇があったらさっさと金を稼げ。金ってそればっかり。そうしないと困るのはお前だぞ。どういうこと？お前が持ってた3枚のクレカ全部限度額いっぱいまで使った。え？彼女がブランド好きでさ、ついついプレゼントしちゃった。来月お前に300万の請求がいくからよろしく。仮にも半年間結婚生活をした妻にここまでするなんて、あなたには情ってものがないの？お前は ATM 機械だぞ。情なんてみじんもないね。壊れるまでこき使うだけだ。ひどすぎるよ。これだけ言えばいい加減に立場が分かっただろう。これが絶望感ってやつかな。もうどうしようもないって思うとすごく疲れちゃった。じっとしてるだけで疲れるか。怠けるな。なんだか意識も朦朧としてきた。もうどうでもいいや。おい、俺が戻った時に寝こけてたら承知しないからな。1週間後。せっかく戻ってきてやったっていうのに、俺の言うことを無視して逃げるとはいい度胸だな。奥様はもうこの世にはいません。何？あなたと連絡が途絶えてもう1週間ですよ。え、もうそんなになるのか。彼女と盛り上がっちゃって時間を忘れて楽しんでたわ。その間にその辺りは記録的な大雪になりました。みたいだな。車のタイヤがほぼ雪で埋まってる。そんな中で放置された人間がどうなるか、自称天才のあなたならわかりますよね。マジ？保険金ゲット？は？あのババアがくたばったってことだろ。ってことはお前幽霊か？どうでしょうかね。幽霊でも何でもいいけど、ざまあ見ろ。これで俺の完全勝利だ。そんなに嬉しいですか？汚いババアを処分できて、おまけにドカーンと金が入ってくるんだぞ。嬉しいに決まってるだろ。どこまで行ってもお金の話ばかり。あなた本当にクズですね。なんとでも言え。どうせ幽霊には何もできないんだから、金は全部俺のもんだ。残念ながらあなたには1円たりとも入りません。え？誰がくたばっただって？勝手に幽霊にするな。え、どういうこと？離婚したって意味だよ、バーカ。は？幽霊が LINE って何？よくそんな頭の悪い考えに行き着くわね。だってこの世にいなくなったとか言うから。私があの世に行ったって勘違いしたからって幽霊から LINE が来たと思うなんてバカすぎて目も当てられないわ。そこまで言わなくても。その上保険金がドーンですって。あんな仕打ち受けた私があんたにお金を残すとでも？妻の保険金は夫のものだ。離婚したっつってんでしょ。だからどういうことだ。そもそもお前今どこにいる？何が何だかさっぱりわからん。仕方ないわね。頭の回転が鈍い自称天才さんに説明してあげる。いちいち尺に触る言い方を。あの日あんたと連絡が途絶えてもうダメかもと思った時、救世主が現れたの。それって神様的な？やっぱりお前もうあの世に。バカは黙って聞いてろ。さっきから失礼極まりないぞ。私はその救世主に助けられて今も一緒にいるの。まさかお前の親じゃないだろうな。余計なこと喋ったら親の会社がどうなるか忘れたのか？どうにもならないわ。あなたには何の権限もないんだから。お前は何も分かってないな。俺の親は何でも俺の言う通りにしてくれるんだぞ。何も分かってないのはあんたの方。なんだと？私の救世主はあんたの母親よ。へ？私お母さんとはちょくちょく連絡してたから体調不良のことも伝えていたの。それで母さんが様子を見に来たっていうのか？その通りよ。駐車場で気を失ってる私を見つけてすぐ救急車を呼んでくれたわ。急病のくせに大げさな。手足が凍傷になりかけてて高熱と肺炎で即入院。やっと2日前に退院したところなんだけど。どうせ口から出まかせだ。そもそも俺を溺愛してる母さんがお前を助けるはずない。確かにお母さんは一人息子のあんたをすごく可愛がっていたわね。俺の成人式の写真をスマホの待ち受けにするくらいにな。
結婚当初仲良くなりたくて実家に行ったら塩をまかれたのよね。お前を泥棒猫だと思ってて憎くて仕方なかったんだ。でも私はめげずに毎日通ったの。あ、毎日？どれだけ追い返されてもしつこく通い続けた。ある日、そう、あれは秋の夕暮れ。なんか始まった。木枯らしが吹く中、手をすり合わせる私に、寒いでしょ、入りなさいって言ってくれたお母さん。あの、ちょっと。あの時出してもらった梅昆布茶の味は一生忘れないわ。それなんてヒューマンドラマ。それを機に私たちは急接近、日々交流を交わし、そして今では、今では、お母さんのスマホの待ち受けは私とのツーショット写真よ。俺の成人式の写真が負けた。ということで、お母さんは私の味方。そんなアホな。妻の尻に敷かれてるお父さんも私の味方。父さん、義両親はあんたの言葉なんて一言も聞く気はないって言ってたわ。両親は俺一筋なんだ。ポットでのお前なんかがちょっと騒いだぐらいで親子の絆に勝てるもんか。あのね、私は努力したの。お母さんの通院を送迎したり、お父さんの仕事の手伝いをしたり、他にも自分の時間を削っていろんなことをしてきたのよ。だからなんだ。それに引き換えあんたはどう？結婚するまで実家暮らしで、家にお金も入れず家事もせず遊び放題で王様気取りだったそうね。間違ってないけど、そんな悪意のある言い方するなよ。そればかりか、散々お世話になったっていうのに、結婚して家を出てからは顔を見せにも帰らないなんて、親不孝もいいとこだわ。でも家族の絆が。あんたと義両親の絆なんて割り箸と同じレベル。私がバキバキに折って、代わりに私と義両親の絆の鉄柱をドカンと構えてやったわ。そんなことありえない。全部お前のでっち上げだ。そう思うならお母さんに聞いてみたら。すぐ LINE する。お前の嘘を暴いてやる。お母さん、今私の隣で速攻で返信打ってたけど。なんて？地獄に落ちろ。これで自分の置かれてる立場がよーく分かった。信じられない、俺が母さんに見限られるなんて。ようやく現実を見たところで、ここからサクサクいくわね。何が？離婚に関しては、結婚する前にお母さんが私たちに書かせた離婚届を提出した。え？浮気のことについては探偵を雇って相手を特定したから、双方に1200万を請求するね。え？病人の私を置き去りにした件は保護責任者遺棄で被害届を出しました。クレカの不正利用についても、あんたに借金させてでも返済させるってお母さんが言ってた。嘘だろ。あ、そうそう、子供の養育費もきちんともらえますから。はい。私妊娠してるの。聞いてないぞ。喜ばせたくてレストランをセッティングして言おうと思ってたのよ。妊娠できるって知ってたら浮気なんてしなかったのに。私、子供が産めないなんて言ったことないけど。30過ぎたババアだからもう無理だと思ってたんだ。だから若い子と浮気して子孫を残そうとしたのに。クソ野郎の最高峰ね。まさかこんなことになるなんて。養育費は月4万を20年分960万だけど、切りよく1000万。これもお母さん曰く借金させてでもとのことです。全部合わせて1500万円。あんたの大好きなお金のてんこ盛りね。こんなの嬉しくない。減額は一切しないから。よし、わかった、結婚しよう。あ、子供もできたことだし、俺たちまた新しく始めよう。寝言は寝ていって。よく考えろ、お前のくだらない意地のせいで一人親になるなんてかわいそうだろ。あんたみたいな1ミリも尊敬できないようなクズ父親がいる方がよっぽどかわいそう。そんなこと言うなよ。これからは改心していい父親になってみせるから。そんな安っぽい言葉信じると思う？きっと幸せな家族にしてみせるから。私と子供、両親、義両親で幸せな家族は満員。これ以上は定員オーバーです。そんな、ギャーギャー騒いでる暇があったらさっさと養育費稼いでこい、この ATM。 こんなのあんまりだ。借金地獄で ATM になるなんて嫌だ。後日だ。その後すぐ俊介は警察に逮捕されました。私が慰謝料を請求すると、浮気相手は即とんずら。もちろんチャレにはせず、全額を俊介に支払わせることに。養育費もしっかり請求しました。俊介は支払いのため借金をすることにしましたが、まともな金融会社が前科持ちのフリーターにお金を貸してくれるわけもなく、かなりやばいところから借金をしたそうです。
そして今は返済のために昼夜問わずバイトをしながら義母が用意したプレハブ小屋に住んでいます。エアコンもこたつもない極寒の部屋の中で隙間風に吹かれながら毛布にくるまっているんだとか。一方の私ですが、この度無事に娘が生まれました。あの過酷な雪の中で生き延びてくれた大切なこの命、精一杯愛情を注いで立派に育てていくつもりです。はあ、あんたが家の中にいるだけでイライラして血圧が上がりっぱなしよ。お薬飲みましょう。めんどくさいから10日分くらい一気にいっちゃいましょう。そんなことしたらどうにかなるわ。冗談ですよ。こんなふざけた女と同居なんてするんじゃなかった。独り身で寂しいからと同居を望んだのはお母さんです。お忘れですか。どうせすぐに離婚すると思ってたのに、3年経ってもまだ居座ってるなんて、私の予想が外れたわ。離婚はしませんよ。私たち仲良しなんで。あんたもこんな田舎に嫁いで退屈でしょ。さっさと荷物まとめて実家にでも帰りなさいな。もう慣れました。お風呂に浮いてるヤモリにも驚かなくなりましたし。そうやって能天気なところも本当に大嫌い。嫁ならもっと塩らしくしてなさいよ。明るさだけが取り柄なもんで。出て行きなさい。無理です。ケンタと離れるなんて考えられませんし、ケンタもきっと反対しますよ。じゃあ今日から庭に住みなさい。はい。嫁が家の中で暮らすなんて贅沢なのよ。敷地内には置いてあげるんだから、ケンタとはいつでも会えるじゃない。確かに。自慢じゃないけど、うちの庭は家が3軒建つくらい広いでしょ。自由に使っていいわよ。本当ですか？もちろんよ。穴を掘って潜るもよし、テント立てて住むもよし、好きにすればいいわ。その代わり、家には入ってくるな。やった！え？自由に使えるなんてワクワクします。楽しみだな。受け入れちゃったの？だってこれ以上お母さんの血圧が上がってお体に何かあったら、ケンタが悲しむじゃないですか。まあ、そうかもしれないけど。そういえばお母さん、来週からご実家の法事で北海道に帰省されるんですよね。ああ、そうよ。久しぶりだし、2週間くらい行ってくるわ。では、その間に準備をしておきますので。あんたね、庭に住むなんてできるわけないじゃないの。住もうという気持ちがあればどうにかなると、私は思います。アホらしい。勝手にしなさい。本当に自由に使っていいんですよね。どうぞどうぞ、ご自由に。ありがとうございます。今は暖かいからいいけど、どうせ冬になったら寒いですって泣きついてくるに決まってるんだから。確かにここら辺は冬になると雪も積もるし、寒さ対策も必要ですね。アドバイス感謝します。もっとうなだれるかと思ってたのに、これじゃいびりがいもない。私はお母さんと仲良くなれる日が来るまで諦めませんからね。ああ、やだ、気持ち悪い。一週間後。庭への引っ越しは終わった。ああ、すみません。まだ準備中でして。荷物運んで野宿するだけでしょ。私がいないのをいいことに、のんきに暮らしてるんじゃないでしょうね。とんでもないです。めちゃくちゃ頑張って庭移住計画を遂行中です。帰ったら家の中からあなたが消えてるのよね。楽しみだわ。私も楽しみです。これで一件落着なんて思ってない？と言いますと？その庭、駐車場にすることにしたから。え？来月には業者が入るわ。あら、せっかく住処を見つけたのに、一月も住めないなんてかわいそうな人。駐車場ってこんなど田舎にですか？いつ観光地になるかわからないじゃない？先行投資ってやつよ。人っ子一人通らない山の奥に、観光客？ってことで、あんたの住むところはもうないわ。諦めて出て行きなさい。嫌です。ケンタには私が新しい嫁を探すから、後のことは心配しなくていいの。ケンタは私の夫です。諦めの悪い子ね。それもこれも妊娠したからなんでしょ。なぜそのことをご存知で？母子手帳、あんたの部屋から見つけたの。また勝手に入ったんですね。
私の家だもの、当然でしょ。安定期に入ってから報告しようと思ってたんです。子供なんか生まれたらますます離婚できなくなる。庭で不衛生な生活を送ってれば勝手に流産すると思ったけど、そんな一か八かの賭けに出てられないから正々堂々追い出すことにした。そんなに私のことが嫌いですか？大嫌いよ。わかりました、もう結構です。ああよかった、じゃあこの母子手帳は捨てておくわね。北海道まで持って行ったんですか？だって父親のところに健太の名前が書いてあるのよ。別れるんだからもう必要ないでしょ。それは私の宝物です。命を授かった証なんです。お願いですから返してください。こんな紙っ切れなくったって勝手に生まれてくるわよ。初めてのエコー写真も挟んであるんです。お願いだから捨てないで。卵みたいなもの眺めて何が楽しいのよ、くだらない。お母さんだって健太さんをお腹に宿した時は同じ気持ちだったはずです。私の妊娠はみんなが祝福してくれたもの。あんたの子は望まれてないの。一緒にしないで。私と健太が望んでればそれで十分です。あんたの弱みはガキだったのね。こんなに塩らしくショック受けてるところ見たことないわ。最高ね。今までいろんなことを笑って済ませてきました。それが何？すべては健太のためです。実の母親と妻がいがみ合ってるところなんて見たくないだろうと思って、私はすべて飲み込んできたんです。だから何なのよ。でももう遠慮はしません。あんたが怒っても全然怖くないわ。私離婚はしませんから。あのね、家主の私が出て行けと言ってるの。その家に残れない以上別れて出て行くしかないでしょ。なぜお母さんは健太が自分を選ぶと確信しているんですか？親子だからに決まってるでしょ。果たしてそうでしょうか？嫁の代わりはいくらでもいる。でも母親は世界に一人なの。健太はこんな大事なことがわからないような子じゃないわ。そうですか。だといいですね。来週には帰るわよ。それまでに出て行きなさいね。家は出ます。はあよかった。ゴミ掃除できてすっきり。明日は小樽でお寿司でも食べてこようっと。1週間後。ああ、どういうことよ。この惨劇は何なのよ。あれ、帰ってきたんですか？あんたどこにいるの？今買い出しに行ってます。作業員さんの飲み物とか買いに。なんで庭に家を建ててんのよ。庭に住めと言われたので。家を建てるバカがどこにいるのよ。それに庭は駐車場にするって言ったでしょ。はい、でも持ち主がそんなことさせないっていうものですから。持ち主は私なの。この庭部分は健太が相続したものらしいじゃないですか。え？お父さんが亡くなった時に土地家屋しか相続財産がなくて、お母さんは建物、健太がそれ以外の土地で、分割して相続したんですよね。分筆登記も済んでるって聞きましたよ。あ、そういえばそうだったような。健太が自分の土地に家を建てたところで何の問題がありますか？冗談じゃないわ。家の目の前にこんな大きな家を建てられたら、うちの日当たりが悪くなるでしょ。西日で我慢してください。あんたの差し金ね。私と健太で考えました。大体たった2週間でなんでこんなに工事が進んでるのよ。もともと近くに土地を買って別居する予定で設計してたんです。は？健太が私とお母さんの関係を見るに見かねて、そろそろ離れた方がいいってことで裏で動いてたんですよ。あの子が私を裏切るわけがない。サクッと裏切りましたね。にしても立つスピードが異常よ。これはうちの実家の父や仲間が全面協力してくれて、すごいスピードで施工してくれてるんです。あんたの実家潰れかけの工務店でしょ。潰れかけてもいませんし、地元じゃそこそこ評判のいい工務店ですよ。ハウスメーカーよりも自由が利くし、工務店で家を建てる人も少なくはないんです。だからって勝手にこんなことして許されると思ってるのか。許されます。私の夫の土地ですから。あんた出て行くって言ったよね。一言も言ってません。所詮は敷地内同居よ。
お互いの顔が丸見えじゃない。そうなんですよね。これからは義母を視界に入れない訓練をしていかないといけません。付き合いを断つ気？当たり前でしょ。孫は？見せない気？母子手帳を捨てるほどだからきっと可愛がれませんよ。そんな人に合わせるなんてとてもできません。母子手帳がなければ病院にもかかれないんじゃない？別に病院にデータは残ってますし、母子手帳は再発行可能だし、なんなら私の母子手帳は無事戻ってきましたし。え？北海道の健太のいとこがゴミ箱に捨てられてるのを拾って送ってくれたんです。エコー写真も無事で本当にありがたいです。余計なことを。北海道じゃその話題で持ちきりらしいですよ。美智子さんって嫁いびりしてるらしいねって。あ、本当？あちらの皆さんって優しい方たちばかりだから許せないみたいで、次回の法事からは顔出さなくていいって伝言頼まれました。あ、いや、兄が継いでるけど私の実家でもあるのよ。縁切られちゃいましたね。実家からも息子からも。全部あんたのせいよ。いいえ、ご自身のせいです。そこに気づかない限り北海道の親戚はおろか、健太とも一生口が聞けませんよ。そんな。私たくさん子供を産もうと思って今建ててる家は 7LDK にしようと思ってるんです。でかすぎるでしょう。こんなに広い土地があるんですよ。使わなきゃもったいないでしょう。そんなに産むなら誰か一人くらいは私に懐くかもしれないわね。いや、それはないと思います。後ろの廃屋はお化け屋敷で、怖い老婆の霊が出るから近づいちゃダメよと教えるつもりなので。ひどい。健太から何度も仲良くしてほしいって頼まれてたそうですね。それは。健太は何度もチャンスをあげたのに、それを無駄にしたのはお母さん自身ですよ。だって嫁なんて可愛くも何ともないんだもん。所詮他人ですからね。でも息子や孫と仲良くしたいなら、嫁をないがしろにしないことです。あんた以外なら受け入れたわ。いいえ、誰が来ても同じ結果だと思います。健太の嫁という存在がお母さんにとっては邪魔なんですよ。でもそれじゃあ健太は幸せになれませんよ。わかった、あなたを許すわ。は？大きな家建てるなら私もそこに住む。は？おばあちゃんと暮らすと孫の成長にもいいって何かで読んだことがあるの。は？ちょっとふざけてないで同意しなさいよ。あ、いや、本当に意味がわからなくて、こんだけ話をしてどこをどうしたらそういう思考回路になれるのか。水に流そうって言ってるの。水に流すかどうか決めるのは私たちです。ちなみに流しませんけど。なんでよ。同居したての頃、私がお風呂に入ってる時に風呂の窓からヤモリを10匹投げ入れましたよね。あれは歓迎セレモニーよ。虫が苦手な私にとにかく虫攻めをしました。おかげで慣れましたが、あの時は心臓が止まるほどきつかったんですから。私のおかげで平気になったんだから感謝しなさい。あなたに負けたくないから降伏しただけです。勝手に自分の功績にしないでください。あー、もうお願い、どうしたら許してくれる？どこか遠くに行くなら諦めもつくかもしれないけど、目の前にいるのに絶縁されるなんて気がおかしくなりそうよ。すべては庭に住めといったご自身の発言から始まったことです。あんなの冗談に決まってるじゃない。一度吐き出した言葉は消えないんですよ。お願い、私もその豪邸に住まわせて。さてと、ジュースも買ったし、そろそろ戻ろうかな。あ、無視しないで。後日談。数ヶ月後、立派な家が完成しました。私たちの家から見て裏側が義母宅になるのですが、たまに目が合うのですごく怖いです。健太も母子手帳を捨てたことをかなり怒っていて、当分許す気はないと鼻息荒く言ってました。たまに玄関先にお菓子や煮物のお裾分けがかかっているのですが、健太が危険だから食うなとすぐに返しに行ってくれます。何の罪滅ぼしなのか、うちの周りの草むしりなどを勝手にやってくれていて、それは助かっていますが、それくらいで許されると本気で思っているのでしょうか。健太の気が済めば
いつか話くらいはしてあげてもいいかな。先日、ケンタにそっくりな男の子が生まれました。義母が泣き声だけでも聞こうと家の前をうろつく回数が増えたので、気をつけようと思います。あんたの家の庭でバーベキューしてたら窓ガラス割れて怪我した。何の話？数日前からあんたら家族が旅行でいないから庭借りてソロキャン中よ。は？不法侵入で通報する。私たちママ友よ。警察呼ぶとかなめてんの？勝手に入っただけじゃなく窓まで割ってんだから器物破損で逮捕よ。こんなペラペラなガラスつけてる方が悪いんでしょ。意味がわからない。バーベキューするためのでかい庭なんだから防火ガラスにしとけっての。その庭はドッグラン用だったのよ。犬ごときに綺麗な芝生の生えた庭で遊ばせるとか、そんな贅沢不要でしょ。私がペットをどう扱おうがあなたには関係ない。山越えて小高い丘の上のログハウスになんて住んでるお金持ちは感覚がいかれてるわ。おかしいのは絶対あなたの方。ま、どの道芝生はお肉焼く時の火の粉であちこち真っ黒にしちゃったし。は？あんたのブサ犬にお似合いになってよかったわね。他には何も壊してないよね。うーわー、怪我したママ友のことは一切気にかけないくせに家のことは心配するんだ。あなたのことはママ友とすら思ってないから。は？顔を合わせるたびにそれ貸して、あれちょうだいしか言わない人なんて友達でも何でもない。せっかくもらってやるって言ってんのに、一度もくれたことがないケチが偉そうに。バッグや財布なんてあげるわけないじゃない。あんた金持ちなんだからそれくらい買い直せばいいでしょ。そういう問題じゃない。それどころかたかだかキーホルダーすらよこさないなんてどれだけケチなの。娘のカバンについてたものを無理やりひったくろうとしたあなたが非常識なの。うちの姫が欲しいって言った時にあんたの方から差し出さないからでしょ。娘が大事にしてるものをホイホイ渡すもんですか。だからそれをさっと渡すのがママ友付き合いってもんなの。何度も言わせないで。あなたと私はママ友じゃない、赤の他人よ。本気で言ってんの？最初からずっとそう。それなら旅行から帰ったら慰謝料100万払ってもらうわよ。はい？あんたの家のガラスで怪我したんだから当然でしょ。意味不明なんだけど。さっきまではママ友のよしみで不問にしてあげようと思ってたけど、そうじゃないってんならもう容赦しないわ。許可なく勝手なことしといてそんなの通用するとでも？ママ友同士の貸し借りに許可なんかいらないんだってば。今もうママ友じゃないって言ったじゃん。バーベキューを始めた時はまだそうだったんだからいいの。むちゃくちゃだわ。私が庭を借りるかもしれないのに防火仕様の窓をつけてなかったあんたが悪質ってことで慰謝料が請求できる。いろいろとぶっ飛びすぎてるんですけど。素直に私とママ友やっとけばよかったのに、アーフォーな人ね。なんかもうあなたとは話すだけ無駄な気がしてきた。あら、慰謝料にビビって逃げ出すの？メンタル豆腐かよ。もういい。こっちはこっちで手を打つから、あなたはおとなしくしててって言っても無理かな。早速慰謝料の準備をするってこと？さっきまでの態度は最悪だけど潔いのは感心するわね。はいはい、どうもありがとう。投げやりになっちゃって完全敗北って感じ。私に逆らうとこうなるのよ。ざまあみろ。私はミキ、35歳です。夫と娘との3人家族で幸せに暮らしていましたが、娘が通う保育園にマリさんがやってきてからは平穏が乱されました。彼女は私と同い年で半年前に離婚して親元に戻ってきたとかで、娘さんが同じ園に通い始めたのですが、私の夫が名の知れた企業に勤めていることを知った途端、あれくれこれくれと言い始めて毎日のように付きまとうようになりました。知り合った当初に LINE を交換したことを心の底から後悔しています。私は一度も要求を飲まずやり過ごしていましたが、まさかこんなことになるなんて。さらに彼女の暴走はこれだけでは終わりませんでした。
30分後。なーにこの家、超殺風景なんですけど。は？マジで何も置いてないじゃん、ミニマリストってやつ。ちょっと待って、まさか中に入ったの？窓ガラスが割れた場所がちょうど鍵の近くで、手を伸ばしたら開けられたの。ふざけないで、だいたいどうして警察はまだついてないの？え、マジで呼んだの？当たり前でしょ。ママ友とのいざこざにおまわり呼ぶとかアホすぎる。あなたの主張が間違ってることは警察が到着すればすぐわかる。そう簡単には来れないわよ。どうして？この家までって一本道でしょ。その途中で派手な事故があって車が道塞いでるから。それで30分も経つのに来てないのね。でもそれならあなたはどうやってそこに？ああ、大破した車から荷物だけ運び出して歩いた。事故ったんお前かい。え？びっくりしすぎてつい出身地の方言が出た。ちょっと事故ったくらいで大げさね。通行止めになるほど事故ったのに、なんで平然とバーベキューしてんの？奇跡的に無傷だったから。どんだけ頑丈なのよ。てかその様子だと事故処理もきちんとしてないでしょ。するわけないない、邪魔なら勝手にレッカーしてってって感じ。あなたどこまで事故中なの？てなわけで、ここは今私のお城状態です。今すぐ家から出て。いや、こんなに大きな家がここまで殺風景ってことは、隠された地下室にすっごい生活空間が広がってるに違いないし。そんなわけないでしょ。じゃなきゃ冷蔵庫すら置いてないなんてありえない。それにはわけがあるの。ああ、言い訳は結構なんで。そうじゃなくて、なんか埃っぽいから靴履いて歩こうかな。絶対にやめて。そう言われるとやりたくなっちゃう。なんて天の邪悪な。家の中に私の靴跡いっぱいつけちゃおうっと。さらに30分後。チェー、警察が来たから地下室探しができなくなった。そんなものないし、私に LINE 送ってないできちんと対応しないよ。なんかすごい剣幕で来たからびっくりして逃げちゃった。冗談よね。謎のスーツの人も何人かいてガチギレしてたから、裏口からささっととんずらしたもんね。すぐに戻って。いやよ、あんたが呼んだんだからあんたが返品してよね。するか。早くしてくんないと、ここ山男がいて怖いのよ。なんて？花畑の中を逃げてたら真っ黒くてでっかい男がいたの。気が動転して頭がおかしくなった。本当に見たんだから。じゃあお花の妖精じゃない？チェホンマンみたいなデカさの妖精がいるかっての。どうでもいいけど、さっさと戻ってきなよ。あんたが家の周りにいる連中に帰るよう説得したらね。しないってば。あのさ、いい加減にそういう態度やめないと慰謝料上乗せしちゃうよ。まだそんなこと言ってるんだ。楽しい旅行から帰ってきたら上乗せ分と合わせて1000万円請求されるとか笑えないでしょ。旅行じゃなくて引っ越しだから。え？そこはもう私の家じゃないの。え、ちょっと嘘にしても下手くそすぎ。あなたが見たスーツの人って多分不動産会社の人じゃない？え、本気で言ってる？本当かどうかは出て行って確認すればわかるわよ。ないない、こんないいログハウス手放すなんてありえないし。夫が海外勤務になったから家族で移住することにしたの。それっぽいこと言ったって無駄よ、騙されないから。だからそう思うなら戻ってスーツの人に確認しなって。やだ、本当だったらやばいじゃん。自分がやらかしたってことは分かってるんだ。あんたの家だから好き勝手していいと思ってたのに、そうじゃなかったんなら私超まずいじゃん。私の家だとしても好き勝手していい理由なんてないんだけどね。どうすんのよ、窓ガラス割って芝生も焦がしたし、家の中も土足で歩き回ったのに。やったのはそれだけ？隠し扉がないかと思って壁に石ぶつけて木が傷だらけ。ああ、ログハウスって壁紙張り替えてはい終わりってわけにはいかないんだよ。賠償金えっぐいだろうね。いやでも私がやったって証拠はないよね。
家に入ったってこともバーベキューしたってことも全部さ、自分で散々言ってたじゃん。実はあれ全部私の妄想だったの。家の中に靴跡も残ってるだろうし、そんなの通用しないよ。私の靴最近誰かに盗まれちゃって。往生際が悪い人。こっちにはあんたが何を言おうと絶対に言い逃れできない証拠があんのよ。何よ、防犯カメラでもつけてたっての。いいえ、防犯ボブよ。何それ。あんたが見たっていう花畑の妖精さん。いやごめん、全く意味がわからないんだけど。ボブはね、スキンヘッドのガチムチ黒人で私の友人なの。ああ、そいつだ、私が見た大男。失礼ね、心は乙女なんだから。そんなことどうでもいいんだけど。私あんたから勝手なことしてるって聞いてすぐにボブに連絡したの。うちを見に行ってって。でもこの家までは一本道な上に通行止めだったのよ。道を外れたら雑木林で歩けたもんじゃないし。ボブは密林地方出身だから雑木林を進むのなんてちょちょいのちょいよ。マジか。警察にも声かけたけどついてこれなかったから置いてきたって言ってた。ボブかっけー。で、私はあなたの行動を録画するようにお願いした。嘘でしょ。すでに家に上がって好き勝手してたから止めることよりも撮影を優先したのよね。これは鬼やばい。ボブ曰く証拠がザックザクでワロリンよーですって。余計なことしやがって。てなわけであなたは確実にお縄、言い訳は通用しないわよ。どうしよう、こうなったらとことん逃げるしかないか。すでにボブがあんたの居場所を警察に伝え済みよ。すぐに見つかるわ。防犯ボブ、どこまでも抜かりないやつ。こうなったら自分で出て行った方が身のためなんじゃない。そんなことできない。なぜ。私ただでさえご近所トラブルで離婚になって元夫の実家を追い出されたのよ。それが何。元姑は母の古い友人だったのに私のせいで友情にひびが入ったってすっごい怒られたの。それなのに反省せずにあんなことするなんてどうかしてるわ。このままじゃ実家を追い出される。自業自得でしょ。姫の親権だって元夫に取られそうだったのを泣いて騒いで手に入れたのに、このままじゃ。娘さんは気の毒だけど仕方ないわね。あの子がいないと子連れシングルはかわいそうでしょってパフォーマンスができないじゃない。なーにその最低発言。それに養育費もなくなるし。娘さんお父さんに引き取られた方が絶対幸せになるわ。よかった。よくない。ねえ、どうにかして。私たちママ友でしょ。しつこいくらい友達じゃないって言ったよね。家のことは謝るから。謝るなら私じゃなくて不動産会社の人でしょ。あ、そうだ、売るのやめてまた住みなよ。そしたら全部丸く収まる。寝言は寝てどうぞ。そんなに冷たくしないで。犯罪者になって家からも追い出されて娘も取られるなんてかわいそうだとは思わないの。まったく。ひどい。これに懲りて自分の行いを改めることね。今すぐ改善するからお願い許して。後日談。その後マリは器物破損と不法侵入で逮捕、逃走を図ったことが悪質とみなされて実刑判決となったようです。めちゃくちゃにしたログハウスは元値で買い取ることになり、実の両親に借金をする形で支払ったそう。それからまた売りに出すも全く売れないんだとか。娘さんの親権は元旦那さんへ。親子で仲良く手をつないで歩いている姿がたびたび見られるそうで何よりです。今マリは両親への借金を返すために父親のつてで見つけた工場に住み込みで働いています。そこにいる上司のスキンヘッドの乙女がかなり厳しいとのことで、毎日泣き言の電話が実家にかかってくるそうですが、彼女の母親は無言でガチャ切りしているんだとか。一方の私は少しずつ海外の生活に慣れてきました。娘が通うプリスクールのママさんたちはとてもいい人たちばかりでほっとしています。
ずるい。え？専業主婦ずるい。お姉さん？妊婦ずるい。どうされました？兄弟のうち兄に嫁いだ私はパート主婦でこなし、弟に嫁いだあんたはお気楽専業主婦で妊婦、この差は何なのよ？と言われましても、私はこの世でお気楽な専業主婦が一番嫌いなのよ。お兄さんを選んだのはお姉さんですし、こんなにギリギリの生活になるなんて思ってなかった。なんで弟の方が稼ぎがいいのよ？お兄さんの収入までは知らないですけど、うちもそんなにあるわけじゃ。まあ嫌みったらしい女。嫌みなんて言うわけがありません。朝から仕事して買い物して、帰って食事作って洗濯して掃除して、旦那の世話して、あっという間に一日が終わるの。それをあんた一日かけてのんびりやってるんでしょ？つるすぎるわ。お仕事しながらの家事は確かに大変だと思います。尊敬します。だったらあんたも働きなさいよ。でも妊婦ですし、それは難しいかと。それに現状働く理由もありませんし。どうしてこうも差がついちゃったのよ。悔しくて夜も眠れないわ。私が言うのもあれですが、人と比べない方がいいのでは？は？比べるから苦しいのであって、自分は自分だと思えば。頭きた。やば、地雷を踏んでしまった。あんたに説教されるのがどれだけ腹立たしいことかわかんないわけ？そもそもなぜ敵視されているのかがわからないんです。あんたの方が恵まれてるからよ。お姉さんはお兄さんと結婚して幸せじゃないんですか？不幸の真っ只中よ。そこまで言いますか。金持ちの男でも見つかればさっさと乗り換えてやるけど、パートと家の往復じゃ出会いすりありゃしないわ。幸せじゃないならお辛いですよね。お姉さんの気持ちも考えずに余計なこと言ってすみませんでした。今さら謝っても遅い。私はあんたに傷つけられたの。謝ります。ごめんなさい。謝罪されても何にもならない。でもお金で示して。え？慰謝料として100万。今の LINE の会話で100万ですか？ LINE だろうと対面だろうと心が傷ついたのに変わりはない。でもさすがに100万は。今後私たちは嫌でも親戚付き合いをしていかなくちゃならないの。円満に解決したいなら払って。ごめんなさい、お金は無理です。子供が生まれたらいろいろとお金もかかりますし。母乳しか飲まない赤子に何の金がかかるっていうのよ。すみません、今から妊婦検診なんです。これで失礼しますね。は？逃げるの？予約時間が迫ってるので。ごめんなさい。では。待ちなさい、話は終わってないわよ。私はみすず、32歳の妊婦です。夫のおかげで働かずとも生活できていますが、それが気に入らない様子の義姉。家庭なんて人それぞれだし、恨んだところでどうしようもないと思うんですが、義姉夫婦とはお盆とお正月に実家で顔を合わせる程度で、あまり交流はありません。なので突然のお怒りラインに正直驚きました。まあ年に2回の帰省さえ我慢すればやり過ごせるかなと思った私が浅はかでした。義姉はこの後とんでもないことをして勝手に自滅していくのでした。数日後。プレゼント届いたかしら？生ものばっかり大量に。私妊婦だから食べられないんですけど。気にしすぎよ、少しくらい食べてもいいのよ。若干の悪意を感じるのは気のせいでしょうか。一緒に入ってた DVD は見た？見てませんが。これ何ですか？タイトルも何も書いてないんですが。お子さんを流産した母親の話とか、出産した後に母子ともに亡くなった話とかまとめておいたの。なんでそんなものを。いろいろと覚悟が必要でしょ。余計なお世話です。それにこの本は何ですか？自閉症児や障害に関する本ばかり。いずれ必要になるかと思って。必要になったら買いますし、生まれる前から決めつけないでください。義姉の恋を喜べないなんてかわいそうな人ね。正直これが好意とは思えません。私ね、不思議に思ったんだけど、その子って本当に義弟の子なの？なんてこと言うんですか。あなたが妊娠した頃って義弟は確か2ヶ月くらい大阪勤務だったわよね。私よく覚えてるのよ。そうですよ、週末のために私が大阪に行ったり彼が帰ってきたりしてました。その時にできた子です。怪しいわよね。本当は平日に他の男を連れ込んでたんじゃないの？変なこと言わないでください。証拠があるって言ったら。あるわけありません。あなたのマンションにスーツを着て男が入っていく写真があるの。いつのですか？さあ、とりあえず義弟には送っておいたから。なんで余計なことするんですか。これであなたたち夫婦も終わりね。
私が専業主婦で妊婦っていう理由だけでここまでします？恨まれるには十分すぎるわね。夫はそんな写真信じませんよ。私たちは愛し合ってますから。夢見るのもいいけど、男って嫉妬深いからわからないわよ。お姉さん夫婦と違ってお互いを信じてますので。じゃ別にいいじゃない、どーんと構えてなさいよ。今夫から LINE が来ました。なんて？帰ってから話があるって。あら、離婚の話かしらね。大きなお腹抱えて大変だ。嬉しそうですね。心配してるんだってば。私来週里帰り出産するので、いろいろと準備があるんです。お姉さんに構ってる暇ないんです。あら、ご実家に？浮気がバレそうだから逃げるのね。どこまでもずるい人なのね、あなたって。違います、前から予定してたことです。まあ崩壊は目前なんだし、私は高みの見物をさせてもらうわ。数日後、のたうち回って救急車まで呼んじゃって大げさね。え、なんで知ってるんですか？偶然見かけたのよ。そうだったんですね。いや、本当に参りました。お腹が激痛でとてもじゃないけど自力で立てなかったので。バチが当たったのね。え、のんきに暮らしてるから神様がカツを入れてくれたんじゃない？そんなことはないと思いますが。私は正直見ていて気分爽快だったけど。近くにいたなら助けてくれてもよかったじゃないですか。いやよ、そんなことしたら私のせいだと思われちゃうじゃない。お姉さんのせいってどういう意味ですか？別に何でもないわ。私もこんなことになってショックです。階段から落ちたらさすがに流産したんじゃない？は？大きなお腹がゴロゴロ転がってだるまかと思ったわ。階段って何の話ですか？私実家にいますけど。え、だってあんたは今救急車で運ばれたって。検査して異常なかったので母に迎えに来てもらって実家にいます。あんた帰省は来週って言ってたわよね。ちょっと予定が早まって今週帰ることになったんです。じゃあ私が突き飛ばした妊婦は誰？突き飛ばした？たまたまパートの帰りの歩道橋であんたを見かけて気がついたら背中を押してた。なんてひどいこと。通行人が救急車呼んで大騒ぎになりそうだったから慌てて逃げたけど、あんたじゃなかったなんて。違いますよ、私は今そこから車で2時間のところにいるんですから。まずい。妊婦の方は無事なんでしょうか？わからないわ。今すぐ警察に自首してください。なんで？なんでって、お姉さんが突き飛ばしたんでしょ？正直に申し出るべきです。でも無事かもしれないじゃない。無事じゃなかったらどう責任取るつもりですか？わかんないわよ。切れてる場合じゃないでしょ。二人の人間の命を危険にさらしたんですから。私が突き飛ばしたのは一人だけど、お腹の中の赤ちゃんがいるでしょ。お腹が大きかったならもう立派に育ってるはずです。見た目は一人でも私たちは二人分の命を抱えてるんです。そんなのわかんないわよ、妊娠したことないんだから。うだうだ言ってないで早く警察に連絡しましょう。やだ、捕まりたくない。じゃあ私が通報します。やめろ。こんな重大なこと黙っていられるわけないでしょ。私とあんたは身内よ。私が犯罪者になればあんたの子は犯罪者を親戚に持つ子になっちゃうのよ。だからってあなたをかばう気は一切ありません。あなたは妊婦の敵です。絶対に許せません。いいじゃない、あなたは無事だったんだから。自分がされていたかと思うと震えが止まりません。だから実際に被害に遭った方のお気持ちが痛いほどわかるんです。犯人を見つけてボコボコにしてやりたいって思うはず。やだ、そこまで怒ること？拉致が開きませんね。今すぐ警察に電話しますから。待って、やめろって言ってるでしょ。ちょうど担当の警察官の方とつながってお話ができました。なんで言っちゃうのよ、バカ、アホ、間抜け。母子ともに危険な状態だそうです。え、遠のく意識の中で知らない女に押されたってずっと言ってたそうで、救急車が警察に通報したそうです。嘘。なんで無関係な人の命を危険にさらしたんですか？だからあんただと思ったんだってば。私だったらやっていいということにはなりませんよ。だって悔しかったんだもん、あなただけで恵まれてるのが。人が羨ましいからってその人から何かを奪ったところであなたが幸せになれるんですか？そうじゃないでしょ。転がり落ちてく妊婦を見て気分的にスッキリしたけど狂ってる。でもあんたじゃないとしてまたモヤモヤが復活したわ。あなたに子供がいなくて本当に良かったです。は？こんなバカを母親に持つ子が不憫でならないですからね。ひどい。ひどいのはあなたです。
うちのマンションに男性が入っていく写真を夫に送りつけた件ですけど、あれ5回解けましたから。どういうこと？あれは保険屋さんです。マジ？妊婦のうちに保険に加入しておきたくて家に来ていただいただけです。くそ！悔しがってる暇があればさっさと警察に行ってください。いいの？身内が犯罪者になってもすぐに身内じゃなくなるでしょ。どういう意味よ。夫からお兄さんに連絡してくれたみたいです。あんたいつの間に。めちゃくちゃ切れてるみたいですし、離婚間違いなさそうですね。嘘よ、あの人は私の味方でいてくれるはず。お兄さん愚痴ってたそうですよ。お給料が安いと毎日罵られて、おかずはもやしばっかり、小遣いは1万円で人付き合いもできなかったって。稼ぎが低いんだから仕方ないでしょ。あなたが無駄遣いするからでしょ。人んちのことに口出すな。人んちのことに口出してきたのはそっちですからね。覚えてないとは言わせませんよ。うるさい。とっとと捕まればいいのに。警察だけは嫌。もう逃げられません。この私が刑務所に入るの？そうなるでしょうね。お願い助けて。私が通報したんですよ。助けるわけないでしょ。まあ助ける方法も知りませんけど。貧乏こなしていいからシャバにいたいの。しっかり反省してきてください。後日談。その後駆けつけた警察によって逮捕されたそうです。警察の到着前に急いで帰宅した義兄は怒りをあらわにし、義士にビンタを5発もかましたそう。直子は懲役2年の実刑となりました。裁判の時も大泣きして進行を妨げて大変だったそうです。今頃刑務所で気の強い受刑者とやり合ってることでしょう。階段から落ちた妊婦とその赤ちゃんは無事だったようです。本当に良かった。私の身代わりになってしまったことが本当に申し訳なくて、何度かお見舞いに行かせていただきました。嫌な顔一つせず、結果的に無事だったからと穏やかに対応していただき、こちらが救われたものです。私は予定日を2日過ぎて無事に元気な男の子を出産。この子に義士のマナテが襲いかかっていたらと考えるだけで怖くなりますが、同時に絶対に私が守るんだという決意に満ち溢れています。